ニチレイプレゼンツオードリーのオールナイトニッポン。こんばんは、オードリー若林です。土曜ネルカスミ、よろしくお願いします。一つよしなり。来週はスペシャルウィークになりますんでね。はい、今日本放送がその、うん、ハッピーチューニング、ラジオへようこそ日本放送という、はあ、このキャッチコピーで。そうね、来週からってことなの？20日からってことですか？あれちょっと写真が、うん、あ、うん、あれ写真が、あ、俺らが言ったから入ってるじゃん。オードリーが入ったね。え、何これ、スペシャルウィーク。あれ、どこまで、あれ、あの端の端、ま、端に入りましたね。本当だね。あれ、みんなキルイング、あれキルイングとかいたっけな、あれ。いや、これ新しいポスターだから。中井さんとかね。これどうなの、俺らが言ったからなの、それとも、うん、もともと作られてた、もともとすられてたみたい。あ、すられてたんだ。みんな、あれ、はいはいはい、え、上から貼ったんじゃなくて、ちょっと見て、上から貼ってんじゃないのこれ。あうん、いや、やっぱりね、あ、ちゃんと、いや、足されてますよ。前はね、すごい大御所の人ばっかりのポスターだったんですけどね。いや、そうだよね。いや、オードリーとかね、あと、あ、だいぶ足されてる。リルサーズ、リルサーズも、センターに。あー、ほんとだ。リルサーも。サムエ着て、着物着て、おう、映ってますよね。ね、ほ、ね、リルさんも微笑みをたたえてるじゃない。ね、うっすらとね。あと近藤夏子もね、笑顔で映ってますよね。おう、え、近藤夏子？近藤夏子じゃないでしょ。大原さくら子くんじゃないの？いや、違う違う違う。ん？これ近藤夏子じゃない。いや、それ。鶴瓶師匠じゃない。いや、こんなさ、あんなんじゃないよ。あんな絵文字じゃないでしょ。あ、そう、近藤夏子あんな絵文字じゃないよ。いや、美和ちゃんも、うん、あれ美和くん、どこ、美和くんのでいないよ。いや、これ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 、それ吉田拓郎さんじゃないの。違う、違うよ、全然。せめて間違えないよ、その前のイルカさんにしなさいよ。なんで拓郎さんの方行っちゃったの。難しいなぁ。イルカさんだったらまださ、やっぱりラジオが、ラジオが始まってさ、うん、やっぱりこの今好評だから、うん、加藤千恵さんと浅井亮君もポスター書かれてんじゃない、早速。え、どこに、どこにいる。いるでしょ、ほら。どこよ。いや、いるでしょ。え、いや、これとこれよ。いや、それ水谷豊さんと辛坊さんじゃない。いやいやいや、まずそのカットチェさんに関してはもう女性だからさ、うんうんうん、性別も違うしさ、もしさ、うん、あの二人並ぶさ、そんな離れたところで乗せねえだろ、写真。あ、そう、左端と右端じゃないかよ、水谷豊さんと辛坊さん。そうなる、そんな離さないだろ。でもさすが新進気鋭、うん、シギージュニアも書かれていたよ。誰だよ。シギージュニアに関したら どの人の。シギージュニアこれよ。どれよ。これよ。いや、それ。どれ、ちょっと。シギージュニアこれ。え？これよ、シギージュニア。これバレヒンじゃねえかよ。寄らないと分かんねえだろ。バレンティンじゃねえかよ。え？バレンティンで今出てないだろ、バレンティンとして。試合確か。あ、そう？なシギージュニアって言われても確かシギージュニア感はあるな。バレンティンが唯一アンポスターだから一番あるな。あ、そう、バレンティンがシギージュニア感は。でも危ない、うん、土俵際だよ、あの角だから。そうだな、あんなもう、うん、ね、うん、一番端だよ。そうだね、うん、今このハッピーチューニングってことで、うん、あのスペシャルウィークはハッピーになる人が来るっていうことなんですよ。あ、各番組？いやいや、俺たちの番組。あ、我々？うんうん。なるほど。そうそうそう。うんうんうん、なので、今回ゲストがね、うん、まあ、俺が、若林がハッピーになるゲストが、うん、岡田さん。増田岡田の岡田さん。はい、はい。で、
春日がハッピーになるのが、うん、ミスターゴシップの、タメ。タメね。ラブレターズの。まあ、ハッピーにもなるか。うん。うん。もうなるな。なんか、ラブレターズのタメは、うん、あれでしょ、うん、一部昇格しました、みたいな。ゲストで出るってことを一部昇格しました、みたいな。ツイッターに書いてたらしいよ。ああ、先週発表、この番組でした後ってこと？そう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 。うん。うん。なんかラジオですごい面白いけど、なんかめちゃイケで力発揮できなかったんだって。うん、そうなの？タメ？うん、タメそうらしいのよ。ちょっと素材ちょうだいよ、明日、来るまでに、来週までに。見ときたいわ。うん。うん。残念だね。随分こう発揮するじゃない？現場で会うたびに、うん、タメは、うん。タメらしさを、うん。なんかめちゃイケじゃ発揮できなかったっ。跳ねなかった。タメ跳ねず。残念。タメその一面ですよ。タメ跳ねず。号外すられてたっていう。ね、配られてた新橋で。キングオブコント以来だって号外配られた。タメスポ。タメ。なんか、日村さんの熱愛も、もう、うん、もういち早くタメスポは、吸ったって話だからね。キャッチして。キャッチしてたっていう。すっぱ抜いて。話だからね。あ、そう。うん、うん。ハネズも記事になったか。そうそうそう。誤解出たかね。みたいな、うん。まあ、その辺も聞いてみましょう、来週ね。うん、オールナイトニッポンのスペシャルウィークのゲストは、それぞれ誰なの、うん、他ね。キリンさんはいない、なし。はいはい、キリンさんなし。企画。うん。バックナンバーが、あ、リルさんリルさん。あ、バックナンバーのとこにリルサーさん入るんだ。出張リルサーだ。あ、うん、あ、そう。持ってくのかな、ターンテーブル。どうだろうね。うん。おまあ、どういう企画やるかわからん。で、水曜日が AKB は、ああ、AKB の中で。あそこに書いてあるんじゃないの、ポスターのところに。違うの、うん。あれじゃない、誰が担当なのその日は。AKB は。ああ。それまだわかんないの。松井樹里奈ちゃんが決定してんの、あ、ゲストで来るんだ。うん、SKE の子、かな、うん。うん。なるほどね。だから多分、松井玲奈ちゃんが選挙出ないっていう宣言したから、うん、ダブル松井で盛り上げてくる可能性もあるし、うん、まあ、あかねちゃんが、うん、来て SKE 時代の話っていう時代、 SKE 時代のもあるかもな。ちょっとわからんね。うん、詳しいね。まあな。あかねちゃんって誰なの？いや、まあ、SKE の、メンバーなんだけど、うん、まあ、SKE の中じゃ、もう、なんて言うんだろうな、かなり有名よ。まあ、誰だろうな、うん。まあ、カノンの可能性もあるか。カノン？ SKE から来るとしたらな。誰カノン？まあな。うん、その可能性もある。いや、まあ、二郎さんっていう可能性もあるけど。二郎さん男、うん、うん。佐藤二郎さん。いや、なんだよ。関係、AKB の中でって言ってんじゃん。なんで佐藤二郎さん急に来るんだ。佐藤二郎さんって SKE のメンバーなんだよね。いやいやいや。なんでその嘘。いや、ほんと、研究生の。あ、そうなの、うん、あ、若林さんがやってた番組のあれでってこと。そう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 。だって、そういうことね。ワカチンっていうのやってたからね、俺も。岡田さん楽しみだな。楽しみだね。会話なんのかな、うん、エピソードトークとかないんだろうな、きっとな。あれ、あれ、なんか勝手にこっちが考えてるけど、うん、そういうシステムっていうのは、岡田さんの中で、ちゃんと、あるんだっけ、単語を言ったら一回乗ってくれて、うん、なんだろう、うん、走ってくれるっていう。うんうん、のってあるのかな、システム、うん、あ、その、振りってこと、振りをするっていう。言葉を言うとね、うん、ロケットスタートって言うと、うん、ロケットスタート、ロケットスタートっつって、うんうん、そこから走ってくれるのよ。はいはいはい、はい。走り出して足ぐねる。うんうんうん、わーおみたいな。うんうん、ドアホーが入って、うんうん、そういうシステムって、うん、ちゃんともうあることになってんのかな、うん、それはもうどういう時でも発動はするんじゃない、どういうシチュエーションでも普通にお迎えして普通の話の中で発動することもあるんじゃないの、うん、で結構ね、春日が、皆さんね、春日も実はね、うん、その、なんだろう、
一言スタートできるんですよ、うん、結構ロケなんかでやってますよ結構ね検索能力がすごいんだよね春日って。あの、まあまあね、特技の一つなの検索能力が、うん、だからある単語を言うと結構なんかその情報をボーッと検索したのを検索ワードゾゾーッと言ってくれて春日のこのコンピューターが、うん、走る。やってみますちょっと、うん、じゃあいる、うん、双子双子玉川河川敷、うん、これちょっと岡田さんとはタイプが違うけどね。じゃあ双子といえば双子といえば真中な、うん、片方が結婚こういうねハリウッド俳優ジョニー・デップかっこいいこういう風に検索能力という特技が春日ってあるんですよ、うん、ランドセル黒い赤いピンクこういうね検索能力サラブレッドうま早いこういうなんか検索能力が結構あるんですよ、うん、結構ありますからねえ、うん、なかなかすごいです、うん、結構なんかね際どいこと言ってもね、うん、なんかちゃんとこうついてきてくれるんですよ。にゃんにゃん写真うん出たら大変アイドルなんか特にね、うん、そうそうこういうのもで古いワードの方がいいわよ今よ、うん、古いワードの方がなんで今おねえになったのだから結構こんなところあパオパオチャンネルテレビ朝日うちゃんなんちゃ大竹まこと、うんうん、こういう若林さんが昔出たこういう能力があるこういうのありますからね。ちょっと岡田さんにもちょっと、うん、お願いしてみたいそうだな、うんうん、岡田さんワオがあるからな、うん、あれ無敵だからな、うんうん、ドアホのワオワオかでもお前も、うん、団子行った後、うん、一通りやればいいのよ、うん、トゥース鬼瓦アバーっつってで最後バーって言えば結構長いよそのいや結構それで多分、うん、できると思うよ。いけるかな。いけるとちょっとやってみる。やってみようか。そうだな、うん。小出監督。キューちゃん。頑張って。トゥース。鬼瓦。アバー。バイ。いやでもワオみたいな一言の方がいいな。ああ、うん。まあでもあれだな。長くない？いや、うん、あのねやっぱりね、うん、なんだろうなブースの向こう伺っちゃってるよね、うん、もっとその、うんうん、なんかねワオとかそういう問題じゃないもうエンジンよ、うん、なるほどね。岡田さんもブースの向こう関係ないから、うん、それはしょうがないじゃんタイプだからああなるほどね、うん、確かに関係ないねすごいのよ。ねちょっとスペシャルこれ岡田さんとタメが、うん一緒にブースに入って4人になった場合、うん、ちょっとタメがなんかこう伺って、うん、なんかこう変なこう空気になるから、うん、ブースから出しましょうその時は。どうなった時に？でもその、この4人でブースに入ると、うん、この岡田さんがやっぱすごいから、うん岡田さんの渦になると思うんですよ。うん、で、そうそう、そう、こう、巨大がな渦ができてて、入れない時のための目ってすごい嫌な目するから。あの、ブースから出しておきましょう。あ、そうなった、なったらってこと？嫌な目すんのよ。お主役は俺じゃないっていう。なるほどね。嫌な目するぞ、主役じゃない時のためって。うん。先に話聞いた方がいいのかもな。あんま会ったことないんだけどね、俺も そこまで言うほど。まあ、イメージね。イメージね。うん。まあ、ちょっとタメがね、うん、岡田さんとね、タメが来てくれます。うん、そうね。あ、そうだ、私楽しみだね。ちょっと、うん、トークライブがね、うん、5月3日、二草月ホールでやるんですけど、今日チケットが発売になったんですけど、うん、
今日2回目の、うん、2回目っていうかもう初めての、うん、あのスタッフさんと打ち合わせして話したんですけど、ちょっと非常に不安になってきまして。何がですか？こないだ春日さんの、うん、ロケバスでドアが開いてたっていう話、ああ先週ね、したじゃないですか。うん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 、で、まあまあ、寒いからドアを開けて、他の人がいるのに開けて寒がってた。で、自分はフードを頭までかぶってたっていう話なんですけど、あのトーンを90分やることになるんですよ。ほう、俺がもうずーっと死のごの言ってるっていう。だから、本当その、カスミン層の人には絶対来てほしくない、ね。来ない方がいいよっていうのと、あと、その、オードリー、仲良し、小良し、大好き層の方にも、ちょっと、本当に来ないでほしいなってちょっと思ってて。なるほど。うん。うん、まあ、まあ、楽しめないでしょ。という方には。ほう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 。そうなんですよね。なるほどね。うん。うん、でちょっとそれをお伝えしとこうかなと思ってね。あ、非常に不安ですね。何のために。うん、わざわざファンが減るような話を90分するんだろうかっていう。ちょっとたまになんか考えてて途中途中不安になるんですよ。これ何のためにこれやるのかなっていう。頭抱えてましたよ、スタッフさんも。うん。どうするんだと。いやー、エンターテイメント性低いな、今のところ。サズミツもさっきちょっと心配してたね、話したら、うん、まあやるんだけどね。まあまあまあ、うん、まんま喋るんだけど、うん、90分、それがまあ分かった上だったら大丈夫なんじゃないですか。俺のめんどくさいところが好きっていう人だけ来てほしいね。うん、そうね、うん、うん、来てびっくり、空席だらけだったりして。若ちゃんめんどくさいの大好きそうの一定の人がいますから、うん、その人ぜひ来てほしい。たまんないと思いますよ、その人たちには。逆にね、うん、ただこの、そのオードリーのファン層の中でもかなり少ない人数だと思ってるので、その人たちとはなんか一緒に楽しむライブです。なるほどね。その人たちが座ってると思ってやりますから、こっちも。うんうんうん、なんでわざわざファンが減ることをこんな一生懸命喋ろうとしてんだろうなっていう。自分でもちょっと謎なんですけども。そうだね、どこに向けて。そうそうそう。投げるのかと。なんか、うん、パラちゃんも一人でトークライブやってんだって、うん、あ、そうなの？それ何？自発的に村本ちゃんに言われて、言われてるなのかな、わかんないけど。月1ぐらいで？なんかこの間言ってたのよ、パラちゃんが。たまに？あ、うん。パラちゃん。2回目。うん。なんか、うん、トークライブなんですよ、つってて。一人で？そう。へぇ。で、なんか遊び行こうよみたいな話して、トークライブなんですよ、つってて。うん。僕行かなかったら、本当に成立しなくなっちゃうんで、うん、みたいな。こと言ってたよ。へぇ、うん。ああ、そう。うん。一人で何喋んだろう。な、2回目。ちょっと聞いてみたいけどね、うん、パラちゃんの一人喋る。やばい。やばそうだよね。本当にやばいからな、パラちゃんって。思想がやばいからね。本当にやばいよな、久しぶりに。本当にやばいやつだよね。だからもう、そういうやばいやつ。だミレニアムズでパラちゃんだけだよね。本当にやばいやつ。で、滝上もまともじゃん、あいつネタとかの話するときに。まあまあ、そうだね。花君だって超真面目だし。うん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 、パラちゃんだけだよ、本当のイカれてるやつ。いや、そうだよね。うん、いや、本当だよ。この間さ、うんうん、ちょっとカットされてたんだけど、うんうん、KW 社員さんっていうさ、キングギドラっていうジブラさんがさ、うんうん、一緒にやってたさ、うんうんうん、もうラップファンの中では伝説的な人よ、もう本当に、うんうん。日本語ラップのさ、うんうん、もうなんだろう、超レジェンドよ、うんうん、の人がさ、ラップのコーナー来てくれて、うんうん、で、最初ね、うん、俺もパラちゃんも、うんうん、KW さんを、うん、なんかこう、軽んじるというか、いじるような設定だったから、うんうん、いや、ちょっとこれ無理ですって俺言って、うんうんうん、俺は、手でもできないっすっつって、すごいと思っちゃってるから、うんうん、
これちょっとできないですねみたいな、うん、で俺ツッコミに回ってさ、うんうん、でパラがさ、うん、なんか本当に、うん、まあ正直本当にパラちゃんあんまり知らなかったからケイダムさんのことでそのままで行こうよつって、うんうん、でもパラにね、うん、パラちゃんあのねつって、うん、本当にラップファンって熱いから、うんうん、ある程度で頼むよつって、うんうん、パラちゃんにお願いしてたんだけど、うんうん、そしたらまあ、エチュードみたいに撮ったったから、始まったらさ、うんうん、おい、はい、入れよみたいに言ってて、KWさんに。で、俺大丈夫かと思って、で、結構カットされてたんだけど、うん、何、チンたら靴脱いでんだよ、つって。なんか、ケツとか蹴んのよ。で、じゃあ、パラちゃん、でももう渋谷でもう、本当の、悪だった人とかだったから、うん、で、まあまあ、とりあえずまあ、大人だから、怒ることはないだろうけど、うんうん、それはっていうことすんだよ。ケツとか蹴ってんのよ。入れやーけ。すごいね。知らないにしてもすごいよね。そう。うん。で、46歳なのね、KWさん。で、座って、KWWさんじゃないっすかみたいなこと俺がやってたらさ、うん、パラちゃんが横で、KWさんの耳元でずっと、46、46、46、って。お前年齢だけを言うなよお前っつって俺いやいやいやいかれてんだあいつなんだろうねどういう思考回路というかね好きだな変な男だよね変な男だよな変な男でそのさ、うん、前ピーターさんとこ行ったっつうじゃん、うんうん、パーティーで話したじゃん、うん、あの時は話さなかったけどずーっと、うん、まあ、いろんな人いて、うん、ミッツさんがいたのよ、うん、ずーっと隣でパラちゃんずーっと、うん、ミッツさんいけんちゃいますかいけるってどういうこといやーミッツさん綺麗っすねいけんちゃいますかねってずーっとミッツさん行こうとしたよねいやもうマジでよボケとかじゃなくてすごいすごいっていうかそうなるよって言って俺さ、うん、その話でさちょっと思っ、うん、前も話したけどさ、うんうん、その行きつけの風俗店にさ、うんうん、お姉の人が入店したって話したじゃん、うん、ああ言ってたね、うん、それをね、うん、したらさフリー指名しないで入った場合、うん、その人が来る可能性もあるって話した時に、うんうん結構ね、うん、あ、マジそれちょっとしんどいよねっていうリアクション結構男するかなと思ったら、うんうん、そうでもないのね、みんな。あ、そう？うん。それにちょっと驚いたの。なんて、それはそれでみたいな。え、なんでそんな感じなのっていう人もいるんだよね。へぇー。あ、そう。うん。はぁ。人それぞれ。パラちゃんね、そっちなんでしょ、多分。ああ、そっち、そうだね。綺麗だったら全然いいっていう人いるよ。結構男で。あ、そう。そういう人とそうじゃない人って分かれんだよ。あれ。はぁ、うん、あ、そう。そう。パラちゃん全然いい。全然いい。パラちゃん、だから、それが普通の感覚なんですよ、うん。ボケてる体で言ってないんでしょ。全然言ってない。いや、そうなのよ。綺麗ですわ。あんな綺麗なもんすか。いけんちゃいますか。いけんちゃい。行きたいなぁ、行きたいなって。それが、行けんじゃんって、行きたいわぁって言ってて。すごいな、パラちゃんって言って。うん。で、そう、カバちゃんもいたんだ。カバちゃんもいて、カバちゃんさんもあんな綺麗なもんすかね。行きたいわぁって。そう、カバちゃんもいたんだ、そう。ミッツさん、カバちゃんいて。んで、クリスが後が来た。クリス松村が。んで、クリス松村来て、聞いたのよ。クリス松村はもういけんのさ、うん。あれいけないっすね。なんでって聞いたら、あれちょっと汚いっすね。いや、失礼だろ。って。なんだろう、汚いって言われん、ね、男やないっすか。おじさんやないっすか。みたいな。うん。カバちゃんとミッツさん行こうとしたからね、マジで。いや、すげえな、パラちゃんってな。すごいよ。なぁ。あートークライブ聞きたいな、それ。いや、あのさ、うん、パラちゃんの話でさ、うん、その KW さんのね、うん。で、まあ、パラちゃんほら、うんうん、吉本で揉まれてるから、うんうん、その、回ってない時の礼儀は、すごいちゃんとしてるんだけど、あのね、うん、で、スケボーとかのね、うんうん、シーンとか、ラップの時撮るんだけど、まあ、ちょっとだけやってたから、高校生の時にさ、うん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 、普通にこう、うんうん、滑ることはできるじゃない、うんうんうん、ってやってたらさ、うん、本当にハーフパイプのさ、うん、若林さん、うん、ハーフパイプ
いけんちゃいますいや、いけないわ、つって。うんうん、いや、一、うん、回だけ見してもでええすかいや、これマジで無理なんだよ、こんな。俺、わしおっちゃうよ、つって。うんうん、いや、そんだけ滑れたらいけんちゃいますみたいな。うんうん、で、なんか自分でなんか勝手にバーって滑ってて、えらいこけ方してさ。ちょっと変だよね。変だね。でも俺さ、KW さんのことすごい尊敬しててさ、うん、やっぱもういろんなこと聞いちゃうのよ。うん、昔の CD のこととか、若い時の渋谷での武勇伝とか、あの時ああでしたみたいな。うんうん、で、今のラッパーってどうですかとか、うんうんうん、ですごい楽しくて。うんうん、で、まあ、KW さんの話いっぱい聞いてたら、うんうん、なんか宇治原が偽物だってだんだん分かってきたの。あ、そんなに違うもん。うん、そんなに違う。なんかあいつなんかムカつくんだよね、うん、最近。何が？なんかミレニアムズのラップの歌詞とかね、うん、あいつが入っててさ、うん、で、あいつが一回起こして、うん、送ってきて、うん、手直しして、うん、送ってきてみたいなやりとりしてんだけど、うん、で、俺がこういうことってどうなのみたいな歌詞について提案を送るとね、うん、ヒップホップ的にはありです、みたいな。文面で送ってくんのよ、うんうん、でもさ漫才師がさ、うん、100人いたらさ、うん、100人の漫才感があるわけじゃん、うんうん、それぞれ全然違うわけじゃない、うん、そうね、でそれぞれが尊重し合っていいじゃない、うんうん、だからさ、うん、宇治原もラッパーだったけど、うんうんうん、100人のラッパーさんがいたらきっと100人のラップ感があるわけでしょ、うんうんうん、何おめえがバイブルみたいに言ってんだよってだんだんちょっと溜まってきてんだよね今いつか言ってやろうと思っ て、もうヒップホップ全部知ってますみたいな、うん、そうそう、その韻の踏み方はないですみたいな、うるせえなこいつと思ってでフェイクの可能性あるわあいつここでそれで、うん、KW さんに宇治原が言ってたから、うん、今ってこうなんですかって聞いたら、うん、なんかね、うん、宇治原が言うには、うん、単語で終わるラップっていうのさ、春日さんも多分聞いたことある。例えば、うん、状況とか、感情とか。なんかそんなイメージあるでしょ。うんうん、ラップってはそんな感じ。うん、でも今は、うん、そうじゃないんだっていうの、宇治原が、うんうん。何々したいとか、口語で韻を踏むのが新しくて。だから俺も、春日のディスラップこのラジオで作った時に、うんうん、その韻の踏み方ちょっと前の時代なんですみたいな感じ。うんうんうん、で、口語で韻を踏むんだ、最近は。って思って、思うじゃん。うんうん、で、ケイダムさんに、口語で踏む時代なんすねって言ったら、うん、いや、でも、いや、いろんな人いますよねっていう。いや、絶対そうじゃん、だって。それはさ、漫才だってさ、スローテンポ、ハイテンポ。ハイテンポの時代って言ったって、ハイテンポの時代だからこそスローテンポがある。で、高校の時代だったら、うん、熟語で踏む人も現れるはずなわけよ。こんなさ、ね、エンターテインメント全部が。うん。宇治原、怪しいなと思って。そうだね。その宇治原の言い方だと、今は、その高校、の流れというか、うん、大体そういう風にみんなやってますってことでしょ？そう。うん。で、すげえ高校で送ってくるのよ。で、最初ね、今は違う。そしたらなんか、うん、いや、韻踏むのがラップだって一般の人は思うから、みたいな話っす。まあまあ、ほんと可愛いやつですけどね。そういった意味でもね。うん。可愛がってあげてよ。いや、なんかさ、そうそうそう。うん、それでさ、うん、パラちゃん、そう、KW さんにそういう感じなのさ、うん、うん、見てて思ったんだけど、うんうんうん、俺、今日放送されてフジテレビのドラマ、カズヤさんも出た、うんうんうん、芸人さんがいっぱい出る。うんうんうん、それでさ、うん、よくさ、うん、まあ、ミレニアムズなんかさ、あ、そうそう、うん、ミレニアムズって、うん、一個疑問に思ってることあんだけど、うんうん、全国ネットだったのが、うん、関東で平日の深夜になったじゃないですか。うんうん、で、これをさ、うん、なんか、降格だってことを、うん、いじってくれる人いなくない？まあ。なんかこう、腫れ物に触る感じになってるとしたら、ちょっとなんか、それはそれで寂しくない？そういえばそうだね。なんか、ミレニアムズメンバーさえも言っちゃいけないみたいな。あんまり、あんまり言うなみたいな。尺も短くなったから、明らかに縮小なんですよ。それをなんかこう、あんま、なんか、付け焼き場すらいじってこないから。なるほど。なんか、腫れ物に触る感じになっ
ちゃってんじゃね。それはそれで良くないよ、これは。そうだね。みんなで自虐しないと。うん、だって、静かに縮小してたら、それもマジだから。そうだね。まあ、マジなんだけど。いや、なんかもっとさ、ミレニアムズも調子良くてって先輩に言われてさ、うん、いや、時間落ちたわみたいな、やりとりがあってもいいじゃない、うん、そうだね。そう言われてみるとそうだ。うん。うん、俺らすらもそういうラジオやってて、うん、誰だってそんなラジオやってないぞ、あれ。そうだね。ふと思ったんだよ。あれ？あ、気使われてると思って。確かにそうだね。よくないよ。それ盛り上げていかないと。うん、物語作んないと。また全国ネット戻るんだっつって。そうだね。それをもで、実際全国ネット戻って、みんなで頑張ったっていうさ、うんうんうん、物語じゃない。そうだ。やるべきことは。うん。うん。その前には、まずやっぱ、腫れ物にしてたらダメよ。うん。一回その物語が始まらないよ。うん。おーいっていうのがないとね、こっちからの。うん。うん、確かにそうだわ。うん。だって、当初のさ、始まった時のその、キャッチコピーというかね、売りがさ、やっぱ土曜のさ、バラエティのゴールデンで、同期のメンバーが集まるっていうのだったもんね。うん、そうそう。で、泡だらけになってさ、そう。誰かドガーンってやったのにさ、なんか、今、はい、月曜の深夜っす。これは気持ち悪いね。これは気持ち悪い。確かに。今気づいたわ。そういえばそうだ。だから現場も、うん、いや別に縮小じゃないっすよ、みたいな空気があるのよ。いや、縮小なのよ。うん。だからこっからみんなで、うん、いやー、調子いいっすね、番組もね、つって言って、うん、よくないわいって言って、頑張るぞって言って、実際全国に戻るのが、うん、これが物語で、これが燃えてくるわけじゃない。そうだね。うん。一回、そのね、その、そうそう、沈んでというかね。そうそうそう。へこまされて、その、起き上がるっていうのがいいじゃない。楽しく。よし、やっていきましょうみたいな、現場の。うん。あれダメよ、あれ。この野郎がないと、ね。この野郎っつって、もう一回全国戻るぞって。そうだね。やんなきゃいけないのに。うん。どっか早い時間の枠開かねえか、この野郎っていう気持ちでやんないとダメだね。うん、ラジオのメールも、ないですよ、うん、そこいじってくるメールが。うん、見れなくなって寂しいです、みたいな、方のメールばっかりだよ。うん。だからもっとこの、葉っぱかけてくれるというかね。そうそう。何やってんの、てめえ落ちてんじゃねえ、この野郎みたいな。そうそうそう。見れなかった、うちの地域見れなかったんですか、バカ野郎みたいな。気象やってやるよっていうね。うん。ことじゃなきゃいけないのに、すき焼き場すら前、うん、ほら、あれがパブリックビューイングがなくなったから、時間帯が変わって。そうか、いつもやってたんだもんね。だから、誰かが奥田隊とかが、うん、さあ、ミレニアズ見ましょうか、つって、うん、終わっとるわいっていうのが、前室でやんなきゃいけないのに、うんね、なんかもう。あれ、さんまさん、終わっとるわいだよね、うん、だからね。あたかも、うん、あたかも別に、いや、ういっす、みたいな。うん、まあ、まあ、でもそうでも、触れずになんか、うん、なんか、ケータリングいかがっすかみたいな。そうね。気づかせない。懸命にそのテレビの方に気を向けないように。うん、こっちにあのポテトチップあります。若林さん。いつも言わねえのに。ダメだね。なんかね、うん、これダメ、うん。リモコンの電池も抜いてたとか言うから。万が一手にした時に、うん、あれつかないですね、つって。故障かななんて言うのに。これはせっかくお笑いやってんだから、お笑いにしないと、これは。そうだね。全国に戻ってくるのを待ってる人にも申し訳ないよ。うん、みんなで静かにしてたら。うんうん、そうなってくるともう、どう転んでもいいもんね。より深い時間になっても、またちょっと面白いしさ。そうそうそう、そう、うん。上がったら、おーってなるし、ね。だから縮小されて、うんうん、なんか、企画もすっきり見れて、うん、逆にいいんですよ、みたいな、うん。いやいや、そんなんじゃないのよ。うん、縮小なんだから、うん、もう一回戻るって物語を、みんなでやんないといけないよな。そうね。うん。うん、見やすくなったかもわからんけども。うん。うん、世間的に見たらね。なんかね、ふと思ったのも、うん、あ、気使い合ってねえか、みんなで、と思って。なるほどね。うん、うん。うん。そうかもね。うん。で、まあ、それはさ、それで、で、そうそう、今日ドラマあってさ、うんうん、久しぶりにさ、うん、のバカリズムさん、うん、バナナマンさん、うん、徳井さん、うん、宮迫さん、うん、と、なんか、収録シーンがあったのね。うんうんうん、でさ、うん、まあ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 、その、うん、一世代上というか、うん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 、
で、ね、ミレニアムズが始まってさ、うん、この俺らの大体2000年デビューぐらいの組もこれから頑張っていかなきゃいけないんだ、うんうん、こう下克上していかなきゃいけないんだみたいな、うんうん、まあ言うはやすしですよね、うん、っていう話になってたりするじゃない、なんか風向きが、うんうんうん、であの先輩たちに会って思ったのは、うん、やっぱりその KW さんと一緒なんだけど、やっぱりちょっと、うんうん、ライブとか DVD とか見すぎて、ちょっとリスペクトしすぎてて、うんうんうん、下克上無理ですね。ちょっとリスペクトしすぎてる。これは嘘つけないわ。ね、ああ、なるほどね。うん。うん。うん。それは、あるかもね。うん。うん。確かに。やっぱ尊敬してたら無理なんだよ。うん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 。何を持ったら抜けるとかもないもんね、尊敬しちゃってたら。うん、あでも、うん、だその何人かは尊敬してない人がいるから、そこめがけていくしかないよね。まあ、それも誰なんだって話になってきちゃうけども、うん。何人かいるわけね。何人かはいるじゃん、うん、そら。そこめがけていくしかないんだよ。めがけてくってわけでもないんだけど。そこは壁が薄そう。ちょっと DVD とか見すぎてるよ。うん、20代、20代の時に。うん、だから笑いすぎてる。もう、すげえなって思ってきたから、まあまあそうだね、やっぱその時の気持ちになるもん。そこの差が全然そのまま上がってる感じでしょ、だからその。いやもう無理よ。だって、うん、あ、なんかそれで良くしてくれるでしょ、また。うん、美味しくしてくれたり、うん。で、その記憶もいっぱいあるから、おはようございますって思う。うん、もう、本当に失礼なこと1ミリもしたくないと思う。なるほどね。下克上無理よ。下克上無理宣言。うん、なかなか珍しいけどね。うん。まあまあ、そうだよね。だから、なんか逆にたまに MC やってて、全然知らないけどみんなが崇めるみたいな状況の時とかは余裕だよね、だから。偉いのこの人って思えるじゃん、普通に。まあまあ、だから。知らないからね。そう、知らないって強いんだよ、やっぱり。うん。なるほど。だからそのパラちゃんみたいにってことでしょ、その KW さんに対するパラちゃんみたいに。だから三四郎の小宮とか、未来ロケットで俺と絡んだ時、ガンガン来るもん。もうやっぱ全然尊敬してないの、俺のこと。そうだよね。うん。知らないんだからね。知らないんだよ。うん、見てないし、多分。いや、でも、それはでもそうだろうね。いや、それはでもそうじゃない。うん。やっぱり近かった事務所の後輩とかとやっぱちょっと違うわけでしょ、やっぱり。ね、そうね。そうね。知ってる近くで見てたりするから、うん、それはまあそうだよね。いや、それはもう無理よ。うん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 。だからもう、波いる人もそうでしょ、うん。うん、言ったらもう岡村さんでもそうですよ。いやそうよ、うん、だってもうあまりにも笑わせてもらいすぎてるもん、うん、でたまにいるのよ、うん、たまにね、たまに、うん、うん、いけそうな、いけそうっていうか、いやいや あのあんま笑ってこなかったですよっていう、うん、誰なんだよもう誰なんだ一体それ。それ言うわけないだろ、セカ数があんのに。気になっちゃって。言うわけないだろ、うん、そんな。だからまあ、単純に見てこなかったってのは、見てこなかったね。触れる機会がなかったみたいなさ。うん。うんうんうん、知らないってそういうことだよね。そうそうそう、そう、うん。知らないっていうのが強い。知らない奴が乗り換えていくのかもな。なるほどね。うん。そうかもな。うん。知ってたらダメよ。うん。尊敬しちゃってんだもん。いや、そりゃそうよ。うん。うん、うん、それは無理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 、いまだに思うよね、うん、会えたなんつって。いや思う思う思う、でなんかもう近況をいっぱい喋っちゃう、設楽さんにこういうことがあるんですよ最近みたいな、うんうんうん、新しい高速がお台場まで通りましたねみたいな。あれでお台場も行ったんすよ。あ、下克上するやつの会話じゃないよ。嬉しくなっちゃう。何かを下克上するやつは何か盗もうとして、多分ね、会話の中でね。あ、うん、うん。なんか探りながらさ、うん、行ってやろうと思う。全くないもんね。高速が、なんて。で、マスノさんがいたりするとさ、うんうんうん、なんかドラマのオールアップの一言みたいのがあってさ、うんうん、僕はこのドラマでこうこうこうでした、ありがとうございましたみたいな時、やっぱマスノさんの前で滑りたくないと思う。で、滑ったんだけど、その時。だからすごい見てるもんな、あのほら、うん、オンエアバトルとか全然出れない頃にさ、うんうん、そうね、とにかくバカリズムさん、うん、バナナマンさん、ウギアハギさんとか、う
アンタッチャブルさんとか。だからもう本当も雲の上の人たちだもんね。だよな。うん、だからそれがもうそのまま今も来てる。そりゃそうだよな。からね、まあまあまあ無理ですよ。でもだから逆に、うん、あの態度でいけんのすごいねって言われる時あるもん。俺もあの、うん、その役者さんとか。ああ。なるほどね。もうあるよ、俺。うんうん。知らないですよね。知らないっていう、ね、それで。うん。上すぎてね。うん。うん。あ、それはあるな。あるでしょ。そういうもんなのね。そういうもんよ。うん。うん。なんか。ネタこかなかったらいいんじゃない別にね。そうそうそう。そうね、まあ、失礼なのはね、うんうん、どの人に対しても絶対ダメだけど。うんうん、うん。で、なんか中村慎介さんの、うん、DVD をね、うん、この間買ったの。うん。ファンだからね。ファンだから、ね。うん。したらさ、すごい試合あってさ、うん、ああいうのはなんて言うんだろうな、うん、なんて言うのか分かんないんだけど、うん、藤田に、うん、若手の頃ね、超若手、うん、サッカーボールキックされるのよ、顔面を、プロレスの試合で、総合じゃなくてよ、うん、で、ホール取られて負けるの、うん、そしたら猪木さんがリングに上がってて、うん、猪木さんが、うん、なんか、手加減すんなって言っただろうつって、思いっきりグーで殴るのよ。うん、誰よ、藤田を、中村を。中村の方、うん、うん。そうそうそう、あ、そう、うん。サッカーボールキックされて。されたのに、で、俺はそれはちょっと内部事情わかんないんだけど。うん、で、中村はそこで、うん、なんかもうちょっとこんなちょっとしんどいわ、つって、実家に帰ったっていうさ、うんうんうん、そのエッセイにも書いてあるんだけど、うん、そんなことがあって、うん。でもなんかその猪木さんとこう、なんだろう、こう、ああだこうだってあって、うん、っていうののインタビューが本に載ってたんだけど、うんうん、全盛期を見てないんすよねって言ってたもん、やっぱり。あ、猪木さんの。うん。ああ。そうそうそう。その下とかの世代を見てるんで、みたいな。うんうん、だからそういうのあるよな。あるね。はあ、知ってたらな、全盛期を。それは、下手こけないっていう。何かあれだけど。うん、誰なんだ、一体。誰なんだよって言ってるけど、うん、別に聞きたくないだろ。まあそんな本気ではね。だって逆におかしいぞ、うん、全員を尊敬してるなんて。いや、まあそうだね、それ嘘だろ。それ全員を見てきたわけじゃないからね。見てない、うん、全然見てないですよっていう人もいますよ。、うん、いや、まあそうだよね。うん、うん、それはそうですよ。まあちょっとそれをこの間なんか久しぶりに、うん、先輩たちと会って思ったね、うんうんうん、近況を話しちゃう。最近こうなんすよって。とにかくいじっていこう、ミレニアムズの、うん、そうね、ミレニアムズがちょっとタイトになった件についてはね。そうね、うん、うん、リスナーも送ってこないと、それいじらないとダメよ。腫れ物触るようにしてたらダメだよ。いや、そうだね、うんうんうん、行きましょう。日レイプレゼンツ、オードリーのオールナイトニッポン。この番組は、美味しい瞬間を届けたい、日レイ、愛の大学。以上、各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。早速、普通オタについての、うん、あのメール、ミレニアムズ、うんうん、来てます、はい。ラジオネームネズミ後輩さん、うん、今日ミレニアムズを見ました。カスママのコーナーに出ていたマユユがとても面白かったです。うん、来週の土曜日まで待ちきれませんっていう、うん、あれ、これマユユさんは来てないですけどね。マユユカスママには来てないよね。新しい今日からのさんまさんの番組に出てた。あ、で、違うかな。まあ見てない、みんな。ああ。うん。いやいや、もう終わってるからね、ミレニアムズ。今日じゃないから。まずそこだよね。そこだ。来週の土曜日まで待ちきれませんのところだね。うん。いや、曜日移動になったのよ。そう。曜日移動って深い時間になったんだよ。月曜の。そうそうそう。うん。ちょっと見づらい時間になったんだ。この。うん。うん、なんだよ、なんこれ、うん、なんだしらちらし、来週の土曜とか言って分かってんだろ、月曜に言ったこと、うん、避けんなよ、なんだこれ、腹立つな。
なんていう、なんていうやつよ。ネズミ後輩。こうな。ラジオネーム、テレ朝が好き。ミレニアムズ最高。カスママ、サイコちゃん。うん。月曜9時に移動しても頑張ってね。いや、9時じゃねえよ。なんだこれ。ドラマやってんの、ドラマを、9時は。うん。いいな、家のドラマやってるだろう。12時50分と1時近くんでなったんだよね。うん。いや、9時じゃねえよ、腹立つな。わざとか、これ。うん、わざと、これ。わざとさ、いじってんじゃない？いじってんじゃねえよ！うん。ほんとだよ。ほら、俺。どういう決意でやってると思ってんだよ、9人が。失礼だろう、これ。うん。早い、いじるには早いよ。うん。違うんだよな、そういうとこ面白がられるとなんか笑えないんだよな。うん、困ったもんだな。トンパチオードリーの話、うん、ちょっと日曜日にオンエアされてたんで、うん、ちょっとしようかなと思ってたんですけど、うんうんうん、まあ、春日チャレンジが10ぐらい取ってオンエアが2っていうやったよね話があって、いやーそうだね、うん、うーん、それこそ二子玉川のグランドで5個ぐらい撮ったんですけど、グラン、1日かけてね、グランドで撮ったのが全部あのカットなんです。そう、オープニングでちょっとだけ映ってたけどね、よくねテレビのスタッフさんは、いやありがたい話ですけどネットができてね、あれちょっとすいません、オンエアなくなるんですけど、あのネットの方で公開するんでって、あの結構最近常トークとして業界で使われてるんですけど、あのネット、まあ、それはそれで、まあ、その、お蔵入りだと、うん、捉えてたりしますからね、我々は。それはそれで、やっぱカットだと思ってる部分はちょっとあったりしますね。まあ。カットに変わりはないと思ってたりしますね、やっぱり。その、同義で、同意義というかね。うん、そうそう、同じ、全く言葉を変えただけだと。ほぼ同じ。ほぼ同じ。うん、そのゼロになるか1になるかぐらいの、うん、そうそうそう感じだよね、うんうん、であのグラウンドで取って、まあ、春日がストラックアウトで、あの5番狙うっつって、うん、あの上に投げて5に落とすとか、うん、全部勝ってます。あ、ネットで見た。あれ言ってほしいけどね。あ、結構付け焼き場に ありがたいね。好評ですね。あのストラックアウト一番その長くやったもんね。そうね。うん、あれね。無知よりあっちの方がいいと思う、うん、俺は。5の方が。いや、で、無知ね、頑張ったからな、うん、無知は。無知笑っちゃったんだよな、見てて。あれ、でもやっぱ女王様って、すごいね、あれ本物の女王様なんだけど、うん、なんか、取られたら腹立つなーってずっと言ってたよね。うん。もし取られたら腹立つなーってずっと言ってたよ、プロだと思って、うん。やっぱ嫌なんだと思って。うん、真剣シラードリムチの、うん、真剣勝負というかね、うん、頭にムチ打たれるっていうのもないんだろうね、本物の SM ではね、きっと。あ、ないって言ってたよ。それは躊躇したのよ最初。ああ、うん、痛いんじゃないって。頭に打ったことない、打ったことない、頭を望むお客様はいないから。あ、でも、うん、でも、うん、取られたら腹立つしなって言ってた、ね、そこに繋がるのよ。って加減はしたくないと、頭だからって。でもどういう感覚かわかんないんだけど、うんうんうん、自転車が2台あったのよ、なんかマラソンするから。だから現場で、うんうん、あれ自転車2台あんのって俺が水口ちゃんに言って、うんうん、あれ自転車をさ、うん、2つ走って乗り移るっていうのをさ、うん、多分カスができるっつって、うんうん、して、うん、とか言って、うん、すごいねっつって、うん、なんか、うん、そういうのをすぐ思いつくの。いや、でも、毎日あれだったから。まあ、そうだね。別になんかその、なんだろうね。ずーっとストラックアウトみたいなことやってたからね。うん。うん。
なんか、そういう、まあ、感覚の問題なんだろうね。うん。若林さんそういうのを、いけそうだと思いつく。うん、私も、いけるだろうと思う。ただね、がっかりだって、もう全然またがないんだもん、自転車。やっぱ、高校の時とは違うよな。いや、俺はね、ずっとね、春日さんに言ってたの、現場で。うんうんうん、乗り移るときに、カスが、うん、高校のときのカスがなら、うん、乗れないとしても、うん、奥の方に飛ぶと思うのよ。うん、それなんかね、手前にね、なんかちょんとつって終わっちゃったのよ。うん。一回勝負だから。そうだね。うん。あれはちょっと悔しかったな。初めてだな、現場で俺が大声で激怒したの。うん。どうなってんだ、バカ野郎、うん、あれはね、本当に、怒られたよね。でも、うん、実際さ、そのトンパチ踊りっていうさ、うん、タイトルでさ、うん、いわば冠番組じゃない、うん、フジテレビで、うん、の泣いてたでしょ、家でオンエア見ながら。私が、うん、いや別に、まあまあそういうのはいいんだけど いや、それ泣いてたの。わかる。俺泣いてた。あ、そう、うんうん、あんまちゃんと確認できなかった、泣きすぎて、おえつで。もう号泣だ。号泣。嬉しすぎて。号泣、号泣。ああ、そうですか。うん。うん、で、だから大変ですよね。うん、フェイクドキュメンタリーだったからさ、うん、その、どこまで告知していいのかもわからないし、その、黙ってなきゃいけないし。うん、だから、ね。うん、ラジオの前室でもなんか言葉少なだったりして、どんなん撮ったんすかって聞かれても、えいっつって。まあまあそうだね。もう全、うん、もうその瞬間に付き合えばやっぱ気づいてたみたいです。ああ、またフェイクドキュメンタリー撮ったな、こいつは、と。なるほどね。で、大倉さんがさ、うん、若林くんはビジュアル系バンドとかの、うん、上げ足取ってくときにいい顔するよねって言ってくれて。そこから、こう、組み立ててたんだけど、うんうん、で、人たちね、バンドとアイドル、うん、アイドル評論家、うん、役者、うん、探偵と役者、人って言ったけど、うん、これがまた入り乱れてて、アイドルは本物のアイドルなんですよ。うん、で、歯磨きが好きなのは本当なんですけど、うん、小よりでくしゃみする、小よどるを今やってるって、うん、あれがその、違うんですよ。制作が考えたもん。うん、で、探偵と役者って人は、うんうん、本当に役者なの。だけど探偵は一切やってないんですよ。へえ。うん。うん、で、バンドの、地中人のバンドやってくれてた人は、うん、ラブトラっていう、うん、本当のバンドなんだけど、しっかりしたこう、音楽をずっとやっぱ作ってる人たちで、うん、ビジュアル系のバンドじゃないんですよ。なるほど。でも、うん、人はずっとエチュードなのよ、あれ。うんうん、だから日焼けとかもとっさに言ってんだよね。で、すっごい楽しくなっちゃって、何言っても打ち返してくるから、うん、人、ちょっとスターだよ、すごいよね。エチュード力すごかったよ。つまらなかったもんね。つまらなかったよね、ずっと。そうね。うん。それは何なんすかって、攻めてってもね。攻めても、ロジックがぴったり合ってるからさ、うん。設定を崩さずね。そうそう。ちゃんと返したもんね。で、俺が、灰色のメイクが日焼けか、素肌が日焼けかが、うん、ちょっとごちゃごちゃってた時にも、うん、いやいや、この灰色が日焼けですって、うん。だからメイクが日焼けですって言い方は絶対しないんだよね。どんなに追い込んでも。うん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 、あそこ、カットされてるけど、すげえ長かったよね。楽しくなっちゃって。長かったね、あそこはね。そうそうそう。うん、それで、本物と偽物の話がちょっと入り乱れながらのことをやってたんですけど、うんうんうん、小出キッズっていうアイドル評論家、うんうん、あれは芸人さんなのよ。うん、ああ、そうみたいね。本当は。うんうんうん、で、うん、アイドル評論家だから、うん、うん、フェイクな立場なんだけ ど、うん、どまあアイドルに実際詳しいんだけどね。小出キッズって男は。なるほど。評論家として活動してないけども、うん、そうそうそう。アイドルは好きだと。そうそうそう。うん、おいで、うん、その、深川亮さんみたいなネタやってたじゃない。うんうん、で、今芸人さんやってて、で、うん、あのネタはガチであれやってんだって。すごいな。制作考えてたと、俺も思ってたの。違うの？あれ、あのネタが。いや、違う。だからさ、見ててさ、深川さんの、だからさ、うわー、なんか、うまいこと、この子やるなーと思ってた自分のネタっぽく。なんか、ちょっと台本っぽいさ、人からもらったネタだとさ、やっぱり、やりづらいからさ、ちょっとなんか、変な感じになるじゃん。うまいなー
ーと思って、あれ持ちネタなの、うん、すごいな。しかもポイズンなんだって、あのブレッジが。ちょっと今度さ、うん、オードリーのネタライブ呼ぼうよ。いや、呼びたい。フルでちゃんと小出キッズちゃんと見たいよ。あれをやってるんだ。あれで、あれで R1 とか出たってこと？写真出てたよ、うん、そうそう。だから塩プロにオーディション来て、ちょっとネタ見せてもらえますかって言った時に、うん、あれやった時に、うん、ビビったっつってたよ。塩プロのスタッフさん、マジかと。え、これって言いにくいじゃん、うん、深尾さんですよねとは、うん、あれこれこれやってんのみたいな聞き方になって、はいみたいな。あれでもあの時さ、はっきり言ってないんだっけ、あれこれ深尾さんのだよねと言ってないんだっけ、あの収録の時も。ちょっと言った。あー、そうか、うん、それはなんて返したんだろうな、声できなんか言ってたよね、ちょっと言った時に。おうん、本当に言ってんな。で、これフェイクドキュメンタリーだから、オンエアまでバレちゃいけないじゃない、やっぱり。うん、なのに、うん、こう、それぞれみんなあがいてるのは本当だから、うんうん、アイドル、芸人、うん、役者さん、バンド、うんうんうん、オンエア前にすげえ何回も、うん、ツイッターで告知していいですかって聞いてくるんだって、うん、いや、ダメだっつってんのって。ダメなんだっつってんの、塩プロが。なるほどね。でもやっぱ出れんの嬉しいから、うん、もう一日おきにみんな聞いてくる。いや、ダメなんだって、フェイクドキュメンタリーだからって何回も言っても。で、なんかあのアイドルの子は、うん、何ちゃんだっけな、ゆめたんは、うん、ツイッターだったかな、なんかわかんないけど、うん、ツイッターをもうなんか、うん、のなんか名前のところとか変えたりしてるらしいですよ。ん？名前と自分の？今、ゆめたんだったとして、うん、今までが。したら、うん、最近は、ゆめたん、アットマーク、うんうん、トンパチオードリー出演できて嬉しいになんか変わってるんですよ。これはドキュメントです。この部分は。え、フェイクじゃないのそれ。これフェイクドキュメント。それは塩プロが。続いてない、続いてない。次への振りとかじゃなくて。続いてない。まだ続くっていう新しさじゃなくて、これはドキュメンタリーです。ああ、なるほどね。ゆめたん。で、小出キッズも何回も告知していいですかっつって、うん、で、そのオンエアとともに楽屋とか台本とかを写真でアップしてるらしいんだけど、うんうん、なんかフォロワーがもう一人も増えてない。これはもうトンパチ自体見られてんのかって話にもなってきちゃう。いや、そうだね。っていうみんなみたいですね。うん、ああ、なるほど。じゃあもう、そゼロじゃなくて、いくつかは本当のことが、うん、いくつかってほぼ本当のことだったってことね、じゃあね。っていうことになるよね。設定というか。うん。それで、あれ、初めて楽しかった、うん、エゴサーチ。エゴサーチあるでしょ、うん、ツイッターのエゴサーチ。あ、自分で調べるってこと？自分で、自分を。あがき場を、うん、俺気づいてたけどね、っていう人を探すの。探そうと思って。おうおうおうそんなのずっと探してた放送だった。あった？あった、いっぱいあった。それはなんで、それね、うん、俺はどの時点で気づいてたとか、言うの？でも時間いっぱい遡ってみたけど、うん、放送中に気づいてるってのをツイートしてた人は、二、うん、人ぐらいしか見なかったな。ああ、じゃあその二人だけだね、本当に。まあわかんないけどね、気づいててつぶやかない人もいるだろうから、周りに気使うのか、うん、テレビ見てるからか。うんうん、ただ放送後もすっごいいっぱいいた。ああ、このパターンね、みたいな。途中で気づいたけど、みたいな。早くいつ来るのかなと思ってたらここかとか。その点ね、ヨシキと奥田は可愛いよ。何よ。今日楽屋入ったら。うん。あがき場やられましたわーああ、いいね、いいお客さん。いいお客さんね。言うてもこの人らプロだから、うん、いや、気づいてくれよっていう話は、ちょっとだけあるんだけど、ヨシキも奥田も。やられました、スタジオだから。あ、スタジオの企画になるんだって思ってたら。いいね。そうか、前回そうだったからって、やられました狙い通りだね。素晴らしいね。楽しいのがいいからね、一番。うん。うん、で、ターゲット漫才はさ、小学校5、6年生女子じゃ、うん、俺思ったよりピュアだなって思うのが一点あって、うんうん、入り口の、うん、入り口の、うん、交換日記。うんうんうん、皆さん、春日と交換日記しませんか、うんうん、まあ、誰もやりたくないと思いますけど、うんうん、ちょっとこう、受けたら受けてたんですよ、うんうん。で、ネタ終わってインタビューしたら、うんうん、やっぱ結構ね、うん、いや、最初に、春日さんが、交換日記やりませんかって言って、うんうん、なんか、え、
やってくれんならやりたいなって思いましたって結構何人かの人が言ってた。言ってたね。言ってたね。いやだからさ、ね、よぎらないよな頭に、そう思うかもしれないっていう。なあ、そうだね。予想はできないね。予想はしなかった。やっぱ春日が交換日記やりたいと思ったら、うん、嫌なもんだっていう、うん、ことなんだよな。やっぱ一回考えるっていうのが入るんだなって思うよね。そうだよな。そんな、いや、春日の、カスミンファンはさ、うん、カスミン層の人たちはさ、うん、やりませんかって、やりたいと思うの。それは別にシカとしてんだけど、どうでもいいんだけど、ほ、うんと、ピュアなんだよな、思ってるよりな。うん、うん、話をだから、ちゃんと聞くんだろうね。うん、なんか、なんとなくこう聞き流すんじゃなくてさ。だから、あと、うん、あの、アイカツの勉強を一生懸命してくれたと思うんですよ、オードリーさんが、うんうん。それが嬉しかったですっていう。あとあれよ、水ぐっちゃんの、俺わざわざ聞いてもらったのよ。うん、あのアニメ、アイカツが流行ってるから、アイカツで誰が言ってもわかるワード、アイカツ見てる知り合いいないかっていっぱい電話したら、水ぐっちゃんの友達がちょうど小学校5年生、4年生だったかな、の娘がいるから、ちょっと聞いてくれるっつか、聞いてってたら、オケオケオッケーが流行ってるっつって、みんな学校で言ってるっつって、そうそう大丈夫だろうねっつって、じゃあこれ大丈夫らしい、みんな学校で言ってるらしいよっつって、じゃあそこからオケオケオッケーだなっつって。で、俺で、春日がね、うん、お前あそこの席座りなさいって言ったら、オッケーオッケーオッケーって、最後先いいかっつって、言ったら、うん、超滑ってたわ。あれは参ったね。もう笑っちゃったもん。あれは参ったよ、本当に。あーって声出しそうになっちゃった。うん。あれはもう、あそこが一番自信あったぐらいな感じだよね。絶対ウケるだろ。だって一回。もうフルスイングしてるからね、あそこ。うん。だって一回さ、ネタ合わせでね、あそこの部分、私が飛ばしたのよ。したら、そこ飛ばすなよって怒られたもんね、バカバカさんに。いや、オッケーオッケー飛ばすな、うん。絶対飛ばすなよ、そこ、つって。これ、お前、学校で今流行ってんだ、バカ野郎、つって。ああ、そうなのつって。何飛ばしてんの、それがもう一番滑るっていうさ。したらね、あの、オンエア後に浅井亮からメールが来てましたよ。ああ、なんで一行ですよ。うん。三枝キーカって来てました。おいおい、いじられてるじゃん。いや、腹立ったね。いや、そこいじんなよ。一生懸命やってんだよ。ほらね。本当にね、いじらないでください。いや、喋れんよ、そんなんだったら。しっけーな。何が男の料理言っちゃおうかね。奥田タイム、その方がいいかもしれないですね。何なんだよ。言ってないよね。今言ってたでしょうかよ。本読んじゃおうと。本出してんじゃないか、今。リュックから本を。なんだよ。聞きなさいよ。いや、聞く聞く。話を聞く聞く。あのね、うん、昼この時間までね、ラジオまでね、何もなかったんですよね。なんで昼間ずっと家にいまして、まあ暇だな、まあ、テレビとか見ながらさ、ハイボール飲んで、だらだら過ごしたんですよ。お前さ、うん、なんで飲み物とか言うのよ。知ってほしいから。ああ、まあ、っていうか、相槌を打ちなさいよ。いや、こういうメールが来たから、うん、静かにしてようと思って。何これ。うん。うん、春日の話を聞きたいのに、若林がうざい。件名も、若林がうざいっていう。これ、こういうリスナーの総意があるとかで、面白いと思ってやってたんだけど、違うみたいだから、ちょっと相槌やめようと思って。いやいやいや。これはもう一部でしょ。一部の県名と本部で2回言ってるからね。若林がうざいって。ラジオネームなし。ね。いや、これはもう一部ですよ。うん。まあまあ、相槌打ってもらったら私もね。うん。喋りやすいからさ、そうか、うん、まあ時間あったからお昼からさ、うん、ハイボール飲んでさ、もうね、ダメなのよ。何が？もうお酒を飲むってさ、最近さ、あ、もう毎日飲むね。え？一人でも？一人でが多い。俺水瓶も忙しいからさ、ずーっとポンパしてるやつって、今年入っても2回ぐらいしか飲んでないのよ。それ以外もずーっと家で。冷蔵庫から出すの、うん、ビールとか。うん、作るの。前も言ったじゃない。プロテインシェーカーに、100円ローソンで買ってきたアイスを、
入れるんだけど、そのアイスが1日経つと固まって一つになっちゃう。だから、拳では割れないから、うん、柱にガーンって叩きつけて、氷を割って、ほいで、コップ入れてさ。ウイスキー入れてソーダを入れるの？ウイスキー入れてソーダを、あ、じゃあボトルがあるんだ。ボトル、これだからハイボール飲んでまたありがたいことにさ、いろいろその差し入れでもらったりとかさ、家の前にね、それこそ響きとか山崎とかさ、あ、家の前に、ね。白州とか、この間、ジョニーなんだっけな、アメリカ、ジョニーボーカーとかさ。高いの？うん。とか、何、マッカランとかさ。高いの？高いでしょ。置いてあったやつさ、びっくりした、この間、ブラックトリスってやつかな。のね、2.8 リットルぐらい。あるよね。初めて見た。めちゃくちゃでかいさ。そんなでかいウイスキーの瓶あんの？うん、もう、瓶それ。ペットボトル。へぇー。2.3 リットルぐらいのね。へぇー。業務用みたいなやつがドーンと置いてあってさ。それを今、ちびちび飲んでるんだけどさ。まあそれをね、その、ソーダで割って飲んでて、今日もさ、時間あるなと思ってさ、もう酒屋みたいなね、家の前が。そうなのよ。ちょ、でもまあすぐなくなるね。もう毎日飲むから。で、夜だけ飲むならまだいいんだけどさ、今日みたいにさ、昼間来たりするとさ、あ、酒飲めるって思うんだよね。いや、飲んでから来てんじゃねえぞ、お前。いや、計算、逆算して、冷めるんだから。カトチゲか、お前。あ、そうなの？いや、知らないけど。いや、ちょっとこれ今飲めるなとか、もうだから本当に移動の帰りとかも飲むしね。普通に。どこで？いや、だからその帰り。一回さ、名古屋でさ、ビール買えばって言ったら買ってたよね。買った。ウイスキーかなんか。ハイボール。ハイボール買って、この間も大阪。ね、どういう感じなの？大阪行った時。大阪行った時も買ってさ。USJ。そうそうそう、帰り。どういう感じ？新幹線の中でお酒の。俺飲んだことないからさ。いや、もうね、気分いいよね。いや、なんか本当にね、贅沢な時間過ごしてるなっていう。新幹線で酒飲むって言ったら、俺片山さんぐらいしか知らないからな。新幹線ビール行きましょうかって言ってたから。新幹線ビールって言うんすね、つって、片山さん、つって。名称がもう、私、新幹線ハイボールよ。この間、大阪の時かな？お前、ピン芸人なんじゃないの、お前。何、ピン芸人？新幹線ハイボール。R1、来年の。お前。こんな一人酒は嫌でやらないでしょ、ね、ちょっとやってみてよ、新幹線ハイボールで。こんな一人酒は嫌で。どうも、新幹線ハイボールです。ふわーん。ゆりおか超特急じゃねえ。小出キッズと一緒だよ、やってること。いいんだよ、そんなの。いや、もうそれぐらいさ、もうさ、隙があったらさ、もうちょっと飲めるなっていう考えをしてしまうぐらい、もうよく飲むんですよ。なんでだろうね。なんなんだろうね。もう好きだね。うん、まあまあ、その飲んでてさ、今日も昼からさ。うん、で、野球のゲームやってたのよ。2015ね。プロ野球スピリッツ2015をこう、やりながらハイボール飲んでさ、ああ、今日ラジオだな、とか思いながらさ。天気良かったわ、今日、昼間。プロテインのシェイカル飲んでさ、やってたのよ。でも、まだその時点で1時とかなの、昼の。んで、まだまだ時間あるぞと。これこのままだと相当飲んじゃって、寝ちゃって、大変な、一日無駄に過ごすともったいないなと思ったわけよ。で、久しぶりに洗濯と掃除しようと思ってさ、むつみそも全然してなかったから。で、洗濯がね、今年初めてしたのよ、今日。4月18日。ほら、もともとさ、洗濯機なかったからさ、もうずっと溜め込んで、洗濯をするって習慣がついちゃったからさ、ほら、おどおど踊りで洗濯機買ったじゃない。で、洗濯機あるんだけど、まあ、使わないのよ。ほんと半年に一回とか、なのね。汚いな、こいつ。もう、パンツも、さ、もう、4日ぐらい履くんですよ。汚いな。汚いな、こいつ。くせえな。
パンツのストックもでもね、100枚ぐらいあるから、全然ね、細いなパンツがあんだよ、お前。だってパンツって捨てなくないかい？パンツ。駅に入ってるユニクロか、お前。うまい。うまいね。普通の店舗よりもちょっと少ない。ちょっと少ない。いや、それはさ、だから100枚ぐらい。それは潰しよ。いやいや、そんなことうまいな。それは恥ずかしいよ。いやいや、うまいなと思って。いやいやじゃないよ、ユニクロって言わないところがうまいなと思って、ね、駅に入ってるからちょっとちっちゃい。やめとけよ、新たな潰し。んでね、4ヶ月半年ぶりぐらいに洗濯をね、したのよ。で、洗濯する量っていうのがさ、まあ多くてさ、1回の洗濯で本当もう10キロぐらいするんですよ。うん、だからもう本当アパート全体揺れるぐらい洗濯機が、ガン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 ってなるわけ。ガン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 って。ちょっと待ってよ。ちょっと言い過ぎたでしょ。ちょっと言い過ぎたね。でも本当ドアはこうガタガタってなるぐらい、ドアのとこ置いてあるからさ。で、洗濯機終わってね、パカッと開けたらもう10キロぐらい入ってるからさ。何回10キロって言うんだよ、もう洗濯物全部がさ、もう絡まってるっていうかさ、洗濯槽のさ、なんか壁にこうバーッと丸くなってさ、もう一本の綱みたいになってんだよ。あ、服がもう固まっちゃって、うんうん、それをもうぶっこ抜いてさ、洗濯を押すんだけどさ、うん、あの私の部屋のさ、うん、左側のさ、うん、入って左側の、うんうんうん、通りの窓じゃなくて、道路側の窓じゃなくて、はい、窓じゃなくて、エアコンの横に窓があるんだ、はいはいはい、あるね、あるね、そこを開けると、うん、その物干し竿がかかってるね、はいはいはい、で、洗濯ハンガーみたいな、洗濯機の、はいはいはい、洗濯バサがいっぱいついてる。はいはいはい。が、二つ、まあありまして。はい、はい。一つの洗濯のそのバサンみたいなやつが、まあ半分ぐらい洗濯バサンが落ちちゃってないんだけどさ。はいはいはい、それに二つにこうかけるのね。うん。で、まあかけ終わって、ほろ酔いで。うん。で、まだ時間あるな、と思って。で、またハイボール飲みながらさ。うん、いっぱいね、冷蔵庫とかの掃除しようと思って。うん、いっぱいこの、もらってきた缶コーヒーとかさ、うんうん、冷蔵庫に入らない分とかもう通路にいっぱいあるからさ、うんうん、もうそれ片付けようと思ってさ、うんうん、見てみたらさ、全部5年ぐらい前のやつでさ、賞味期限が、うんうん、でそれをこう全部流しでね、うん、こう流してビールとかもあったりとかさ、うんうん、ちょっと飲んだりとかしながら、いや飲んでるじゃねえあれまだいけるなっつって、5年前のまだいけんなっつって言ってさ、うん、でプシュッと開けたらさ、もう炭酸がすごいのよ。もう何ちょっとなんか、まあ、発酵じゃないけどしてるんだろうね。へー、だからその着てるさ、怖い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 、 T シャツにさ、もうビールバーッかかったりとかしてさ、あー、そういうことか、洗濯したら洗濯も増えたやっこの野郎とか言いながらさ、酔ってるからね、酔ってるからね、別にうちらもじゃないからそれ脱いで、うん、洗濯機にもう叩き込んでさ、酔ってるからね、酔ってるからごめんなっつってでバーッてやってたらさ、え、また洗濯したの、うん、それで。洗濯まだしてないよ、それね。入ってんのね。入ってて、ほいで、全然自分で忘れてたんだけど、一時春日の中でね、マッコリブームが来てたのよ。知らねえよ。4年ぐらい前。あれじゃない、韓国マッサージでもらった。あー、それかもしれん。うん。辛ラーメンと一緒にお歳暮でもらったさ、その韓国マッサージもなくなっちゃってさ、もうさ、今。うん。違う店やっちゃって、この間行ったらびっくりしちゃってさ。そのままさ、タブで引き返しまして、ブーッつって。違う店になってる。まあ、それはいいわ。マッコリも来ててさ、そのマッコリがさ、冷蔵庫の奥の方にあったの、4年ぐらい前の。ペットボトルの。1.5 リットルぐらいの。もう発酵しちゃってガッチガチね。ガチガチになるんだ。もうほんとコンクリートの筒みたいな。もう全然押してももう、うんともすんともよ。そんななんの？発酵しちゃって、中で。怖いなぁ、それ。で、生マッコリだったからさ、ラベル見たら。ガチガチで。へぇ、流しんとこで。流れないじゃん。いや、だからもう、とりあえず開けてさ。どうすんの？うん。バシャーンですよ。あ、ガスが。ガスが。バシャーンって、その流し台に跳ね返って、こう、またこう、かかるみたいなね。もう本当に不発弾だね。いや、ほんとよ。うん。ほんで、おいっつって。あ、酔ってるから。酔ってるから。でも、ちゃんと分別はしてんだよ。あの、ペットボトルはペットボトル用のゴミ袋入れて、瓶は瓶用のゴミ袋入れて。まあまあ、本当かどうかあれとして。いやいや、ほんとよ。後から大変だなと思ってた。缶、だって缶だけでも100缶ぐらいあるんだから。もう缶コーヒーとか缶ビールとか。うん。うん。で、やっとこのね、全部流してさ。うわ、それで、ちょっと缶を洗って、こう、なんかちょっと出して、わーっとやって、もういいね。今からやってたよ、来たね。1時間。1時間半くらいね。
5年も貯めてんだよ。1時間後やっても100巻ぐらいも噛んだけどあんだよ。でそれも出そうと思ってさ、賞味期限切れてんのそれ。とりあえずトゥースとかもそうだぞ、ね、まあね。でさ缶をさとりあえず隣の部屋に置いとこうと思って、収集日がまだ、捨てろよ。いや収集日が金曜なのよね、今日土曜だからもう昨日やってからよかったと思ってさ、でまあね酔ってるからね、酔ってるからね。ほいでその缶をさ隣の部屋に持ってこうと思ってさ持ち上げたらさ、そのゴミ袋のさ下が破れててさ、もう床がもうコーヒーとビールなんで破けた、缶で切れちゃったの、缶で切れ、いつの間切れちゃったんだ、抹茶色、床が、床がうわで、拭かなきゃいけないじゃん、拭かなきゃいけないけど、もう腹立つから、なん気づかない自分にも腹立つし、破けたビニール袋の強度にも腹立つし、酔ってるしで、おーいっつって言って。酔ってるから、ね。酔ってるから。もう腹立つからさ、その、いたよ、いた。昔隣の部屋から。おーいとか聞こえてきてたよ、よく。風呂なしに住んでた時、お前みたいなやつだった。腹立つからさ、その、拭くのもなんかも腹立つから、もう足でさ、ピャッつってこの玄関のところにさ、素足で。素足でよ、玄関の靴をこうどかしてね。流そうと思ったってこと、とりあえず床は、腹立つから、玄関がその、なんかコンクリートになってるからさ、はいはい、玄関のところ、はい、染み込むだろうと思ってさ。そうか全部この、玄関のところやってね。んで、なんだかな、つって。あ、後が。後が出ました。後が状態。ほいで、それまあ隣の部屋にさ、こうね、移して、んで家、部屋帰ってきて、まあ、洗濯物ね、そろそろ乾いたんじゃねえかなと思ってさ、ガラガラって開けてね、見たらさ、びっくりしたよ。物干し竿にかけてたのね、その二つを。はいはい、したら物干し竿がさ、おそらくさ、真ん中から割れたんだから、ね、折れたんだろう、ね。重みに耐えられない。重みに耐えられなくて。さっき半年ぶりに洗濯した洗濯物全部下に落ちててさ、もう窓開けたまま、おーいつって。しかも下土だろ、土だよ、もう一回じゃあ洗濯しなきゃいけない、もう腹立つからそのままにして来てやんだよ家帰って取らなきゃないよ、感じすぎて。男の料理、毎週発表されるとても男らしい料理名がどういう料理かを答えてもらうコーナーです。春日さん、今日の料理はとにかくでかい豆。はい、料理かどうか疑問ですが、とにかくでかい豆でございます、はい、ラジオネームメカブ、中身はくり抜いて処分し、シーザーサラダの器として利用することが OL たちの間で流行っている。あー、ありそうですね、ありそうだな、豆のね、味もちょっと入る、混ざるみたいな、なるほどね、ラジオネームいぶし銀太郎、ケミオが豆に絵を描いて顔のように見せた動画が女子高生の間で爆発的な人気である。ケミオが豆に絵を描いてこう顔のようにで何回も繰り返されるやつ。ああ、なるほどね、ラジオネームおふざけは許さない、とにかくでかい豆、ミスター・ビーンが頭を突っ込んで抜けなくなっているシーンは何度見ても笑ってしまう。豆にこう頭。なるほどね。動かない。抜いた後、うつろな目でカメラ目線ですからね、ずっと。こう、こういう顔です、ずっと。あとでホームページ載せます。ラジオネーム KND 神田。節分の時期にビートたけしが世界丸見えでこの豆を客に向かって投げていた。おじさんでかいよ、おじさんでかいやつ、危ない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 、所さんが前の方の席のお客さんがビニールシートこう掲げてキャーっつって、で最後タンガス巻いてね、そうそうそう、でって咳を咳してる。ラジオネーム、マキフロム静岡、とにかくでかい豆、アイドルの娘がこの大きな豆を抱えて大好きと言って物陰から可愛く出てくるテレビ番組が昔あった。ありそうだな、大好き。可愛いですね、深夜、深夜。ラジオネーム形状記憶老人、とにかくでかい豆、
スタジオ収録で暴れる君がこの料理を一口で食べると宣言し、苦しみながらも何とか食べきったが、放送では丸々カットされていた。悲しいやん。これウェブ行くんじゃないですか。皆さん見れますよ。うん、そうだね。ということで、春日さん、一番この料理らしいもの1名選んでください。そうですね。これだな。あばれる君が丸々カットされていた。形状記憶老人。おめでとうございます。この方には日霊の冷凍食品詰め合わせセットも差し上げます。今月のプレゼント商品はですね、本格焼きおにぎり、若鶏タレ漬け唐揚げ、甘エビシューマイ、お弁当肉、ミニハンバーグの4種類が入ってます。さて来週ですが、竹谷の山口からメール来てます。先日相撲の巡業に行って土俵に上がり、エジプト出身の大砂嵐に稽古をつけてやりました。男の前でまるでスフィンクスのようにひざまずいてましたということなんですが、うん、あの写真が添付されてるんですけども、のエジプトの出身の力士の方にですね、肩より上ですね、肩より上にですね、こう、男が持ち上げられてますね。相当上に持ち上げられてる写真ですね。絶叫してます ね、よく見たら顔が。で、周りのお客さんと力士が笑ってます。それを見て。いい写真だな、これ。ね、向こう上面に向けて顔が上げられていますね。うん、さあ、今回竹田リーノが提案してくれた料理。闘牛の羽交い締め。コブダイのコブにぶっ刺したアスパラガス。異常なほどすばしっこい巨大エビの残像天丼。焼きそばの残像。なんで焼きそばの方は説明なしなんだね。で、ひろやすからもメール来てまして、若林さんの名さばきは男と思ってましたが、放送を聞いてると、その傍若無人さは男ではないと判明しました。若林さんは無鉄砲です。だからやめろっつってんのにな、展開すんの。男か百科にか女がって言ってんのに無鉄砲やめねえな。もう読むのやめようかな来週から。広安。そうね。はあ、痛いな二人に。以上でございます。うん、さ あ春日さん、どれにしましょうか、竹田リーノの中。じゃあ参りましょう。焼きそばの残像。おめでとうございます。何どういう料理か、どういう食べ方か、どういう道があるのか書いてきてください。メールアドレスは kw@allnightnippon.com。 はがきの宛先は郵便番号 100-8439 日本放送、踊りのオールナイトニッポン、男の料理の係まで。日霊の冷凍食品をお送りするので、住所本名年齢お忘れなくお願いします。はがきのコーナー。よー、今週からはオードリーと行くバスツアーのお誘いです。ラジオネーム、デレク・ジーカ。山里亮太さんから若林さんへ。おはようございます。若林くん、俺今度バスツアーやることになったからさ、スペシャルゲストとして若林くんにも来てほしいのよ。え、山ちゃんのバスツアーなんて男しか来ないから嫌だ、だってちょっと若林くん、そこは踏み込んじゃいけないサンクチュアリだぜ。そんなこと言わず来てくれよ。バスツアーなんて疲れるだけだから行きたくない、だってやだ、何その末っ子的発想。俺と若林くんの仲じゃない、来てくれよ。絶対行きたくない、だって。皆さん、この男がカチワリ氷100個分の冷たさを誇る男、若林正康でございます。じゃあもう来なくていいよ。え、やっぱり行く、だってもう。いいですね、全開ですね。山ちゃんが使いそうなワードを入れてくれて、うん、
だね、もっとね、つなぎが流暢なのよ、あの男って。嫌味なほどに。うん、もっとこう接続部分がグラデーションで鮮やかなんだね、あいつは。天才だからな、あれ。ラジオネーム、アズケンティウス53世。なんだこれ。いいのか ?BGM は。いいか。時は2015年、お笑い界にも無数の芸人が存在する時代になった。自称芸人までも含めると1万人。この事態を恐れた日本政府は、新世紀お笑い改革法、通称 OBR、お笑いバトルロワイヤル法が施行された。年に一度、全国のお笑い事務所の中から選ばれた事務所の芸人が無人島で最後の一人になるまで殺し合いをするという法律である。そんな中、今年はオードリーが所属する K-ステージが選ばれました。オードリーは過去の実績から若林さんは免除の対象者となっています。K-芸人はオードリーと行くバスツアーということで、芝公園の駐車場に来てもらいます。当日、若林さんにはガイド役をしていただきます。参加者は、アリコータ、うどんまん、ゴンゴール、チョム&マッキー、ベロニカ、前田健、どんぐりたけし、鳥組、忍びケンタウルス、オーバーラップ、大城大魔人、八方くん、ヘイタクちゃん、カスガ、島崎敏郎、カニパーティー、ハマカーンの皆さんです。よろしくお願いします。っていうのが来てますね。なんで前剣だけちょっと前なんだよ。失礼だろ、これ。ラジオネーム、デレクジーカー。トシちゃんのファンからトシちゃんへ、うん。いよいよ、オードリーのバスツアー来週だね。今からトシちゃんに会えるの楽しみにしてるよ。私たちトシちゃんの大好きな少女時代のコスプレしていくから。トシちゃんも楽しみにしてね。でもこのバスツアー、あいつも来るんだよね。いつもトシちゃんの悪口ばっか言う、バカ林も。トシちゃんいつもラジオでバカ林にいじめられて本当にかわいそう。辛い時は私たちの顔を思い出してね。世界中のみんながトシちゃんの敵になったとしても、私たちだけはずっとトシちゃんの味方だよ。それじゃあ今夜もトシちゃんのエッチな想像しながら、自分磨きして寝るね。おやすみ。トシちゃんファン。64歳よ。いやー、お元気そうで何よりですね。64歳。デレクジーか。デレクよ。ありがたいね。デレク。ラジオネーム、D ちゃん。若林さん二の女から、春日さんへ、バスツアーのお誘い。どうも。若林さん二の女です。この前、オードリーさんの漫才を初めて見ました。私は若林さんにそっくりなので、どうしても若林さんに感情移入して漫才を見てしまいます。しばらくの間、漫才を楽しんでいたのですが、若林さんが春日さんのおでこを強く叩いた瞬間、私の下腹部がジンジンし始めたのです。私は、沈まれ!沈まれ!と強く願ったのですが、日増しにこのジンジン感は膨れ上がる一方なのです。個人的な考えで恐縮なのですが、私が春日さんのおでこを強く叩けば、このジンジン感は収まると思います。こんな私ですが、一緒にバスツアーへ参加してもらえますよね。追伸、私は性欲が異常に強いです。ブイーンってバスが帰ってる。出発してる。あと言えないですけど電話番号が書いてあって、うん、取り急ぎって書いてあるしねえよ別にしないよ、ね、知りたいことはないこっちから。先週も D ちゃんちょっとエッジ聞いたの送ってきてたよね。D ちゃん、 D ちゃんはもうちょっといるんでちょっとごちゃごちゃするんでちょっとまあまあまあでも D ちゃんだからねしょうがないです、うん、ということで、このコーナー、ヒロシグッズがもらえます。ちょっと在庫が、なくなったので、マネージャーの坂田さん、お待ちしてます。今ないんだよね、もうね。ああ、もうない。先週あげたから。
オードリーと行くバスツアーのお誘い、来週もこのテーマでいきます。行き先、お楽しみの食べ物、買い物、参加メンバー、アトラクションなど書いてください。ハガキのコーナーなので、ハガキのみで受け付けます。先は郵便番号 100-8439 日本放送、オードリーのオールナイトニッポン、ハガキのコーナーの係まで。オードリーのオールナイトニッポン。あんちゃん、死んでもやめんじゃねえぞ。夢は捨てたと言わないで。オードリーのオールナイトニッポン。他に道なき二人なのに。死んでもやめんじゃねえぞ。夢は捨てたと。さあ参りましょう。ラジオネーム、宇宙を大切に。おい暴走族、性欲一瞬、ガキ一生という訓示の入った特攻服を着ること。死んでもみんなねえぞ。見たことないですけどね。こういうね。ラジオネーム、デレクジーカ。おいガクト、いきなりアナルに指を突っ込まれても一切微動だにせず、ニコリと微笑んで射精すること。死んでもみんなねえぞ。やっぱかっこいいですね。慌てないですね。というね。ラジオネーム、デレクジーカ。おいヤリマン、ヤリチンとのセックスを伝統の一戦と呼ぶこと。死んでもみんなねえぞ。なるほどね、まあ、本人がそうなんでしょう、そう思ったら。というね。ラジオネーム、ワになる。おい金玉、睾丸と呼ばれるとネクタイを締め直すこと。死んでもいいんだねぞ。ちょっとフォーマルなね気持ちになるでしょうね。金玉ってぐらいで違うんでしょ。日霊プレゼンツ、オードリーのオールナイトニッポン。この番組は、美味しい瞬間を届けたい日霊、日本公認会計士協会、電話王、クレ工業、以上各社の協賛で、東京中田区有楽町の日本放送ケアステーションに全国36局なお送り。あの、先週俺家庭教師、うん、募集したじゃない。おっしゃってましたね。ニュースとか経済とか政治に詳しい、うんうんうん、したら、うん、結構、うん、なんか応募してくれた人いて、うん、本当に経済とかの本出してる人とかまで、で俺、うん、そう、さすがに、うん、なんか学生でジャーナリストを目指してるみたいな人だったら、うんうん、気軽に飯でもね食べてもらいながら話聞けると思ったけど、うんうんうん、そういう人に報酬なしでって無理だなって思ったんだけど、ね、プロだもんね。プロ電話で聞くとかメールで聞くとかだったらちょっとお願いしたいなと思ってて。ああ、そんなにそのカロリー使わない、お互いにね、うん、電話でニュース見て分かんないなと思ったら電話して聞かせてもらって、こうこうこうですよって説明してくれる、うんうん、でまあ年に1回ぐらい、うん、まあがっつり飲みに、まあ付け焼き場と同じ関係で確かにね、もんじゃに参加してもらうっていう新年会作業のある、ああ、あそこに来てもらうね。ああ、だから電話してもいいよっていう方、メールで聞かれてもいいよって方、ちょっともう一回メール欲しいなと思って。その頻度としたらさ、どのぐらいになりそうなの、その1週間に1回とかさ、まあ、分かんないだろう、ね、もしかしたらその流れって分かんないけど、ちょっと本当ニュース見てて分かんないから、俺結構電話するかもしれないうん、それでもいいという人はちょっともう一回メール欲しい、うんうんうん、あと学生のジャーナリストを目指してすげえ説明できる人いたら一番いいんだけどね。まあ向こうも勉強になるというか、まあ、うん、でも、うん、ちょっとその電話していい人がいたらお願いして、うん、あと漫才の台本がちょっとずつ読んでるんだけど、だいぶ量を送ってもらったもんで、うん、ちょっともうちょっと時間かかるんで、ライブとかもあって、うんうん、申し訳ないですけど、ただ、うんうん、本当に石川県の人とか本当に作家になってくれるのかっていうなるほどね、面白くてもね、そういう疑問湧いたりしながら選んでるんです。一緒にネタ作ってなっても来てくれんのかと、東京に、まあ、いずれちょっと、うん、
お願いしたんです。なるほどね、うん、土屋はうん、今 USJ で働いてるらしいです。あ、そうなの。へえ、あ、そう、何やってる USJ で。笑顔でお客さんをね、先導してるって。ああ、でも成長したんじゃない。だっていや成長してたよ。たまにメールしたらなんかね、受け答えが社会人みたいな受け答えになって、へえ、それはお体に気をつけてくださいとかつけるようになって。すごいね。ああ、大人になってるね。ほう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 、ということなので、うん、すいません、漫才の台本ちょっと長引いちゃってますけど、頑張って早めに読みます。家庭教師の件、よろしくお願いします。うんうん、ということで、オードリー若林でした。おやすみ、フィーちゃん。この後また夢でお会いしましょう。アディオス。どうも、新幹線ハイボールです。ふわーん。ゆりおか超特急じゃん。双子。双子玉川河川敷。双子といえば、双子といえば真ん中な、片方が結婚、ハリウッド俳優、ハリウッド俳優ジョニー・デップかっこいい。ランドセル、ランドセル黒い赤いピンク、サラブレッド、サラブレッド馬早い、ニャンニャン写真、ニャンニャン写真、うん、出たら大変、アイドルなんか特にね。パオパオチャンネル、パオパオチャンネルテレビ朝日、うちゃんなんちゃ大竹まこと、若林さんが昔出た小出監督、小出監督、キューちゃん、キューちゃん、キューちゃん頑張って、キューちゃん頑張って、トゥース鬼瓦アバーバイ。バーが集まるっていうのだったもんね、うん、そうそう、で泡だらけになってさ、そう誰だかドーガーンってやったのにさ、なんか今はい、月曜の深夜っす。気持ち悪い、気持ち悪いね。これは気持ち悪い。確かに。今気づいたわ。そういえばそうだ。だから現場も、うん、いや別に縮小じゃないっすよ、みたいな空気があんのよ。うん、いや、縮小なのよ。うん。だからこっからみんなで、うん、いやー、調子いいっすね、番組もね、つって言って、うん、よくないわいって言って、頑張るぞって言って、実際全国に戻るのが、うん、これが物語で、これが燃えてくるわけじゃない。そうだね。うん。一回そのね、その、そうそう、沈んでというかね。そうそうそう。へこまされて、その、起き上がるっていうのがいいじゃない。楽しく。よし、やっていきましょうみたいな、現場の。うん。あれダメよ、あれ。この野郎がないと、ね。この野郎つって、もう一回全国戻るぞって。そうだね。やんなきゃいけないのに。うん。どっか早い時間の枠開かねえか、この野郎っていう気持ちでやんないとダメだね。ラジオのメールも、ないですよ、うん、そこいじってくるメールが。うん、見れなくなって寂しいです、みたいな、方のメールばっかりだよ。うん、だからもっとこの、葉っぱかけてくれるというかね。そうそう。何やってんの、てめえ落ちてんじゃねえ、この野郎みたいな。そうそうそう。見れなかった、うちの地域見れなかったんですか、バカ野郎みたいな。しっきしょやってやるよっていうね。うん。ことじゃなきゃいけないのに、すき焼き場すら前、うん、ほら、あれがパブリックビューイングがなくなったから、時間帯が変わった。そうか、いつもやってたんだもんね。だから、誰かが、奥田隊とかが、うん、さあ、ミレニアズ見ましょうか、つって、うん、終わっとるわいっていうのが、前室でやんなきゃいけないのに、うんね、なんかもう。あれ、さんまさん、終わっとるわいだよね、うん、だからね。あたかも、うん、あたかも別に、いや、ういっす、みたいな。うん、まあ、まあ、なんかそうでも、触れずになんか、うん、なんか、ケータリングいかがっすかみたいな。そうね。気づかせない。懸命にそのテレビの方に気を向けないように。うん、こっちにポテトチップありますね。若林さんです。いつも言わねえのに。ダメだね。なんかね、うん、これダメ、うん。リモコンの電池も抜いてたとか言うから。万が一手にした時に、うん、あれつかないですね、つって。故障かななんて言うのに。これはせっかくお笑いやってんだから、お笑いにしないと、これは。そうだね。全国に戻ってくるのを待ってる人にも申し訳ないよ。うん、みんなで静かにしてたら、うんうん。そうなってくるともう、どう転んでもいいもんね。より深い時間になっても、またちょっと面白いしさ。そうそうそう、そう、うん。上がったら、おーってなるし、ね。だから縮小されて、うんうん、なんか、企画もすっきり見れて、うん、逆にいいんですよ、みたいな、うん。いやいや、そんなんじゃないのよ。うん、縮小なんだから、うん、もう一回戻るって物語を、みんなでやんないといけないよな。そうね。うん。うん、見やすくなったかもわからんけども。うん。うん、世間的に見たらね。なんかね、ふと思ったのも、うん。あ、気遣い合ってねえか、みんなで、と思って。なるほどね。うん、うん。うん。そうかもね。うん。
うん、でまあそれはさ、それで、うん、でそうそう、今日ドラマあってさ、うんうん、久しぶりにさ、うん、バカリズムさん、うん、バナナマンさん、うん、徳井さん、うん、宮迫さん、うん、となんか収録シーンがあったのね、うんうんうん、でさ、うん、まあ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 、その、うん、一世代上というか、うん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 、で、ね、ミレニアムズが始まってさ、うん、この俺らの大体2000年デビューぐらいの組もこれから頑張っていかなきゃいけないんだ、うんうんうん、こう下克上していかなきゃいけないんだみたいな、うんうん、まあ言うはやすしですよね、うん、っていう話になって、うんうんうん、たりするじゃない、なんか風向きが、うんうん、で先輩たちに会って思ったのは、うん、やっぱりその KW さんと一緒なんだけど、やっぱちょっとライブとか DVD とか見すぎて、ちょっとリスペクトしすぎてて、うんうんうん、下克上無理ですね。ちょっとリスペクトしすぎてる、これは嘘つけないわ。あー、なるほどね、うんうんうん、それはあるかもね、うんうん、確かにやっぱ尊敬してたら無理なんだよ。うんうんうん、うん、何を持ったら抜けるとかもないもんね、尊敬者ってたら、うん、あでも、うん、その何人かは尊敬してない人がいるからそこめがけていくしかないよね。その誰なんだって話になってきちゃうけど、うん、何人かいるわけね。何人かはいるじゃん、うん、そら。そこをめがけていくしかないんだよ。めがけてくってわけでもないんだけど。そこは壁が薄そう。ちょっと DVD とか見すぎてるよ。うん、10代、20代の時に。うん、だから笑いすぎてる。もう、すげえなって思ってきたから、まあまあそうだね、やっぱその時の気持ちになるもん。そこの差が全然そのまま上がってる感じでしょ、だからその。いやもう無理よ。だって、うん、あ、なんかそれで良くしてくれるでしょ、また、うん、美味しくしてくれたり、うん。で、その記憶もいっぱいあるから、おはようございますって思う、うん。もう、本当に失礼なこと1ミリもしたくないと思う。なるほどね。下克上無理よ。下克上無理宣言。うん、なかなか珍しいけどね。うん。まあまあ、そうだよね。だから、なんか逆にたまに MC やってて、全然知らないけどみんなが崇めるみたいな状況の時とかは余裕だよね、だから。偉いのこの人って思えるじゃん、普通に。まあまあ、だから知らないからね。そう、知らないって強いんだよ、やっぱり。うんうんうん。なるほど。だからそのパラちゃんみたいにってことでしょ、その KW さんに対するパラちゃんみたいに。だから三四郎の小宮とか、未来ロケットで俺と絡んだ時、ガンガン来るもん。もうやっぱ全然尊敬してないの、俺のこと。そうだよね。うん。知らないんだからね。知らないんだよ、うん。見てないし、多分。いや、でも、それはでもそうだろうね。いや、それはでもそうじゃない。うん。やっぱり近かった事務所の後輩とかとやっぱちょっと違うわけでしょ、やっぱり。ね、そうね。そうね。知ってる近くで見てたりするから、うん、それはまあそうだよね。いや、そらもう無理よ。うん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 、だからもう、波見える人もそうでしょ、うん。うん。言ったらもう、岡村さんでもそうですよ。いや、そうよ。うん。だってもう、あまりにも笑わせてもらいすぎてるもん。うん。で、たまーにいるのよ。うん。たまーにね。たまに。うん。うん。いけそうな。いけそうっていうか、いやいや、あんま笑ってこなかったですよっていう。うん、誰なんだよ、もう。誰なんだ一体それ。それ言うわけないだろ、セカ数があんのに。気になっちゃって。言うわけないだろ、うん、そんな。だからまあ、単純に見てこなかったってのは、見てこなかったね。触れる機会がなかったみたいなさ。うん。うんうんうん、知らないってそういうことだよね。そう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 。知らないっていうのが強い。知らない奴が乗り換えていくのかもな。なるほどね。うん。そうかもな。うん。知ってたらダメよ。うん。尊敬しちゃってんだもん。いや、そりゃそうよ。うん。うん。うん。それは無理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 。未だに思うよね。うん。会えたなんつって。いや、思う思う思う。で、なんかもう、近況をいっぱい喋っちゃう、設楽さんに。こういうことがあるんですよ、最近、みたいな。うんうんうん。新しい高速がお台場まで通りましたね、みたいな。あ、あれでお台場も行ったんすよ。下克上するやつの会話じゃないね。嬉しくなっちゃった。何かを下克上するやつは何か盗もうとして、多分ね、会話の中でね。あ、うん、あ、なんか探りながらさ、うん、行ってやろうと思う。全くないもんね。高速がなんて。
で、増野さんがいたりするとさ、うんうんうん、なんかドラマのオールアップの一言みたいのがあってさ、うんうん、僕がこのドラマでこうこうこうでした、ありがとうございましたみたいな時、やっぱ増野さんの前で滑りたくないと思う。で、滑ったんだけど、その時。だからすごい見てるもんな、あのほら、うん、オンエアバトルとか全然出れない頃にさ、うんうん、そうね、とにかくバカリズムさん、うん、バナナマンさん、おぎやはぎさんとか、うん、アンタッチャブルさんとか、だからもうほんともう雲の上の人たちだもんね。だよな、うん、だからそれがもうそのまま今も来てる。そりゃそうだよな。からね、まあまあまあ無理ですよ。でもだから逆に、うん、あの態度でいけんのすごいねって言われる時あるもん、俺も。あの、うん、その、役者さんとか。ああ。なるほどね。もあるよ、俺。うんうん。知らないですよねっていう、世代がね、それで。うん。上すぎてね。うん。うん。うん、ああ、それはあるな。あるでしょ。そういうもんならね。そういうもんよ。うん。うん。なんか。ネタこかなかったらいいんじゃない、別にね。そうそうそう。そうね、まあ、失礼なのはね、うんうんうん、どの人に対しても絶対ダメだけど。うんうんうん、で、なんかあの、中村慎介さんの、うん、DVD をね、うん、この間買ったの、うん、ファンだからね、ファンだから、ね、うん、したらさ、すごい試合あってさ、うん、ああいうのはなんて言うんだろうな、うん、なんて言うのか分かんないんだけど、うん、藤田に、うん、若手の頃ね、超若手、うんうん、サッカーボールキックされるのよ、顔面を、プロレスの試合で、総合じゃなくてよ、うんうん、でホール取られて負けるの、うん、そしたら猪木さんがリングに上がってて、うんうん、猪木さんが、うん、なんか、手加減すんなって言っただろうつって、思いっきりグーで殴るのよ。うん、誰よ、藤田を、中村を。中村の方、うん、うん、うん。そうそうそう、ああ、そう、うん。サッカーボールキックされて。されたのに、で、俺はそれはちょっと内部事情わかんないんだけど。うんうん、で、中村はそこで、うん、なんかもうちょっとこんな、ちょっとしんどいわ、つって、実家に帰ったっていうさ、うんうんうん、そのエッセイにも書いてあるんだけど、うん、そんなことがあって。うん、でもなんかその猪木さんとこう入れやーって、すごいね、知らないにしてもすごいよね。そう、うん、で46歳なのね、 KW さん、で座って、 KW さんじゃないっすかみたいなこと俺がやってたらさ、うん、パラちゃんが横で、うん、KW さんの耳元でずっと、うんうん、46 46 46 46 って、お前年齢だけを言うなよお前っつって、俺いや疲れてんだあいつ。なんだろうね。どういう思考回路というかね。好きだな。変な男だよね。変な男だよな。変な男だ。そのさ、うん、前ピーターさんとこ行ったっつうじゃん、パーティーで、うんうん、で話したじゃん、うん。あの時話さなかったけど、ずーっと、うん、まあ、いろんな人いて、うん、ミッツさんがいたのよ。うん、ずーっと、私の隣でパラちゃん、ずーっと、うん、ミッツさんいけんちゃいますか。いけるってどういうことだ。いやー、ミッツさん、綺麗っすね。いけんちゃいますかね。ってずーっとミッツさん行こうとしたからね。いやもうマジでよ、ボケとかじゃなくて、すごいすごいっていうか、そうなるよっつって言って俺さ、うん、その話でさ、ちょっと思っ、うん、前も話したけどさ、うんうん、その行きつけの風俗店にさ、うんうん、お姉の人が入店したって話したじゃん、うん、ああ言ってたね、うん、それをね、うん、したらさ、フリー指名しないで入った場合、うん、その人が来る可能性もある、うん、言ってたねって話した時に、うんうんうん、結構ね、うん、あ、マジそれちょっとしんどいよねっていうリアクション結構男するかなと思ったが、うんうん、そうでもないのね、みんな。あ、そう？うん。それにちょっと驚いたの。なんで、それはそれでみたいな。え、なんでそんな感じなのっていう人もいるんだよね。へぇー。あ、そう。うん。はぁ。人それぞれ、だパラちゃんでそっちなんでしょ、多分。ああ、そっち、そうだね。綺麗だったら全然いいっていう人いるよ、結構男で。あ、そう。そういう人とそうじゃない人って分かれんだよ、あれ。はぁ、うん、あ、そう。そう。パラちゃん全然いい。パラちゃん、だから、それが普通の考え方なんですよ、うん。ボケてる体で言ってないんでしょ。全然言ってない。いや、そうなのよ。綺麗っすわ。あんな綺麗なもんすか。いけんちゃいますか、いけんちゃい。行きたいなぁ、行きたいなって言ってた。それが、行けんじゃん、行きたいわぁって言ってて。すごいな、パラちゃんって言って。うん。んで、あ、そう、カバちゃんもいたんだ。カバちゃんもいて、
カバちゃん、カバちゃんさんもあんな綺麗なもんすかね。行きたいわーつって。そう、カバちゃんもいたんだ、そう。二人、ミッツさん、カバちゃんいて。んで、クリスが、とか来た、クリス松村が。んで、クリス松村来て、聞いたのよ。クリス松村も行けんのっすさ、うん。あれ行けないっすね。なんでって聞いたら、あれちょっと汚いっすね。いや、失礼だろ、って。なんだその汚いって言われん、ね、男やないっすか、おじさんやないっすか。カバちゃんとミツさん行こうとしたからね、マジで。いや、すげえな、パラちゃんってな。すごいよ。なぁ。あートークライブ聞きたいな、それ。いや、あのさ、うん、パラちゃんの話でさ、うん、その KW さんのね、うん、で、まあ、パラちゃんほら、うん、吉本で揉まれてるから、うん、その、回ってない時の礼儀はすごいちゃんとしてるんだけど、あのね、うん、で、スケボーとかのね、うん、あの、シーンとか、ラップの時撮るんだけど、まあ、ちょっとだけやってたから、高校生の時にさ、普通にこう、うんうん、滑ることはできるじゃない、うんうんうん、ってやってたらさ、うん、本当にハーフパイプのさ、うん、若林さん、うん、ハーフパイプ いけんちゃいますいや、いけないわ、つって。いや、一、うん、回だけ見してもでええっすかいや、こう、マジで無理なんだよ、こんなん。俺、わし折っちゃうよ、つってさ。うんうん、いや、そんだけ滑れたらいけんちゃいますかみたいな、うんうん、でなんか自分でなんか勝手にバーって滑っててえらいこけ方してさちょっと変だよね変だねでも俺さKW さんのことすごい尊敬しててさ、うん、やっぱもういろんなこと聞いちゃうのよ、うん、昔の CD のこととか若い時の渋谷での武勇伝とか、うんうん、あん時ああでしたみたいな、うんうん、で今のラッパーってどうですかとか、うんうんうん、ですごい楽しくて、うんうん、でまあ KW さんの話いっぱい聞いてたら、うんうん、なんか宇治原が偽物だってだんだん分かってきたのあそんなに違うもん、うん、そんなに違うなんかあいつなんかムカつくんだよね、うん、最近何がなんかミレニアムズのラップの歌詞とかね、うん、あいつが入っててさ、うん、であいつが一回起こして、うん、送ってきて、うん、手直しして、うん、送ってきてみたいなやり取りしてんだけど、うん、で俺がこういうことってどうなのみたいな歌詞の提案を送るとね、うん、ヒップホップ的にはありですみたいな文面で送ってくんのよ、うんうん、でもさ漫才師がさ、100人いたらさ、100人の漫才感があるわけじゃん。うん、それぞれ全然違うわけじゃない、うん、そうね。で、それぞれが尊重し合っていいじゃない。うんうん、だからさ、うん、宇治原もラッパーだったけど、うんうんうん、100人のラッパーさんがいたらきっと100人のラップ感があるわけでしょ、うんうんうん、何おめえがバイブルみたいに言ってんだよって、だんだんちょっと溜まってきていいんだよね、今。いつか言ってやろうと思ってて。ヒップホップ全部知ってますみたいな、うん、そうそうその韻の踏み方はないですみたいな、うん、うるせえなこいつと思ってでフェイクの可能性あるわあいつここでそれで、うん、KW さんに宇治原が言ってたから、うん、今ってこうなんですかって聞いたら、うん、なんかね、うん、宇治原が言うには、うん、単語で終わるラップっていうのさ、うん、春日さんも多分聞いたことある例えば、うん、状況とか感情とかなんかそんなイメージあるでしょ、うん、ラップってはそんな感じ、うん、でも今は、うんそうじゃないんだっていうの宇治原が、うんうん、何々したいとか口語で韻を踏むのが新しくてだから俺も春日のディスラップこのラジオで作った時に、うんうん、その韻の踏み方ちょっと前の時代なんですみたいな感じ、うんうんうん、で口語で韻を踏むんだ最近はって思って思うじゃん、うんうんうん、でケイダムさんに、うん、口語で踏む時代なんすねって言ったら、うん、いやでもいや、いろんな人いますよねっていう。いや、絶対そうじゃん、だって。それはさ、漫才だってさ、スローテンポ、ハイテンポ。ハイテンポの時代って言ったって、ハイテンポの時代だからこそスローテンポがある。で、高校の時代だったら、熟語で踏む人も現れるはずなわけよ。こんなそのエンターテインメント全部が。うん。宇治原、怪しいなと思って。そうだね、その宇治原の言い方だと、今は、その高校、の流れというか、うん、大体そういう風にみんなやってますってことでしょ？そう。うん。で、すげえ高校で送ってくるのよ。で、最初ね、今は違う。そしたらなんか、うん、いや、韻踏むのがラップだって一般の人は思うから、みたいな話っす。うんうんうん、まあまあ、ほんと可愛いやつですけどね。そういった意味でもね。うん。可愛がってあげてよ。
いやなんかさ、そうそうそう、うん、それでさ、うん、パラジャンその KW さんにそういう感じなんさ、うん、うん、見てて思ったんだけど、うん、俺あの今日放送されてフジテレビのドラマ、うん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 、和也さんも出た、うんうんうん、芸人さんがいっぱい出る、うんうんうん、それでさ、うん、よくさ、うん、まあ、ミレニアムズなんかさ、あ、そうそう、うん、ミレニアムズって、うん、一個疑問に思ってることあんだけど、うんうん、全国ネットだったのが、うん、関東で平日の深夜になったじゃないですか。うんうん、で、これをさ、うん、なんか、降格だってことを、うん、いじってくれる人いなくない？あ、なんかこう、腫れ物に触る感じになってるとしたら、ちょっとなんか、それはそれで寂しくない？そういえばそうだね。なんか、ミレニアムズメンバーさえも言っちゃいけないみたいな。あんまり、あんまり言うなみたいな。尺も短くなったから、明らかに縮小なんですよ。それをなんかこう、あんま、なんか、付け焼き場すらいじってこないから。なるほど。なんか、腫れ物に触る感じになっちゃってんじゃね。それはそれで良くないよ、これは。そうだね。みんなで自虐しないと。うん。うんうん、だって静かに縮小してたらそれもマジだからそうだね、まあマジなんだけど、いやなんかもっとさミレニアムズも調子良くてって先輩に言われてさ、うん、いや時間落ちたわみたいなやりとりがあってもいいじゃない、うん、そうだね、そう言われてみるとそうだ、うん、うん、俺らすらもそういうラジオやってて、うん、誰だってそんなラジオやってないぞあれそうだね、ふと思ったんだよ、あれ、あ、気使われてると思って、確かにそうだね、よくないよそれ、盛り上げていかないと、うん、物語作んないとまた全国ネット戻るんだっつって、そうだね、それをで実際全国ネット戻ってみんなで頑張ったっていうさ、うんうんうん、物語じゃない、そうだ、やるべきことは、うんうんうん、その前にはまずやっぱ腫れ物にしてたらダメよ、うん、一回その物語が始まらないよ、うん、おーいっていうのがないとね、こっちからの、うん、あ、確かにそうだわ、うん、だって当初のさ始まった時のその、うん、キャッチコピーというかね、売りがさやっぱ土曜のさあの、うん、バラエティのゴールデンで同期のメンバー日レイプレゼンツオードリーのオールナイトニッポン、こんばんは、オードリー若林です。土曜の夜かすみ、よろしくお願いします。一つよしなに、来週はスペシャルウィークになりますんでね、へい、今日本放送がその、うん、ハッピーチューニング、ラジオへようこそ日本放送という、はあ、このキャッチコピーで、そうね、来週からってことなの、20日からってことですか、あれちょっと写真が、うん、あ、あれ写真が、あ、俺らが言ったから入ってるじゃん、オードリーが入ったね、え、何これ、スペシャルウィーク、あれどこまで、あれ、あの端の端、ま、端に入りましたね、本当だね、あれみんなキルイング、あれキルイングとかいたっけな、あれ、いやこれ新しいポスターだから、中井さんとかね、これどうなの、俺らが言ったからなの、それとも、うん、もう元々作られてた、もともとすられてたみたい、あ、すられてたんだみんな、あれ、はいはいはい、え、上から貼ったんじゃなくて、ちょ見てみ、上から貼ってんじゃないのこれ、あー、うん、いや、やっぱりね、あー、ちゃんと、いや、足されてますよ、前はね、すごい大御所の人ばっかりのポスターだったんですけどね、いや、そうだよね、いや、オードリーとかね、あと、あ、リンジサーズ、リルサーズ、リルサーズもセンターに、本当だ、リルサーもあのサムエ着て着物着て、おう、写ってますよね、ね、ほ、ね、リルサーも微笑みを称えてるじゃないね、うっすらとね、あと近藤夏子もね、あの笑顔で写ってますよね、おう、え、近藤夏子近藤夏子じゃないでしょ、大原桜子くんじゃないの、いや違う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 、んこれ近藤夏子じゃない、いやそれそれ鶴瓶師匠じゃない
いやいや、こんなさ、あんなんじゃないよ、あんな絵文字じゃないでしょ。あ、そう、近藤夏子あんな絵文字じゃないよ。いや、美和ちゃんも、うん、あれ美和くん、うん、どこ美和くんのでいないよ。いや、これ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 、うん、それ吉田拓郎さんじゃないの。違う違うよ全然。せめて間違えたらその前のイルカさんにしなさいよ。なんで拓郎さんの方行っちゃったの。難しいな。イルカさんだったらまださ、やっぱりラジオが始まってさ、うん、やっぱりこの今好評だから、うん、加藤千恵さんと浅井亮君もポスター書かれてんじゃない。早速、え、どこにいる。いるでしょ、ほら。どこよ。いや、いるでしょ。え、いや、これとこれよ。いや、それ水谷豊さんと辛坊さんじゃない。いやいやいや、まずそのカットチェさんに関してはもう女性だからさ、うんうんうん、性別も違うしさ、もしさ、うん、あの二人並ぶさ、そんな離れたところで乗せねえだろ。あ、そう、左端と右端じゃないかよ、水谷豊さんと辛坊さん。そうなる。そんな離さないだろ。でもさすが新進気鋭、うん、シギージュニアも書かれてんだよ。誰だよ。シギージュニアに関したら どの人の。シギージュニアこれよ。どれよ。いや、これよ。いや、それどれ、ちょっとシギージュニアこれ。え、これよ、シギージュニア。これバレヒンじゃねえかよ。寄らないと分かんねえだろ。バレンティンじゃねえかよ。え、バレンティンで今出てないだろ、バレンティン。そして試合確か。あ、そう、うん、まあシギージュニアって言われても確かシギージュニア感はあるな。バレンティンが唯一あのポスターだから一番あるな。あ、そう、バレンティンがシギージュニア感は。でも危ない、うん、土俵際だよ、あの角だから。そうだな、あんなもう、うん、ね、うん、一番端だよ。そうだね。今このハッピーチューニングってことで、うん、あのスペシャルウィークはハッピーになる人が来るっていうことなんですよ。うん、ああ、各番組？いやいや、俺たちの番組。あ、我々？うんうん。なるほど。そうそうそう。うんうんうん、なので今回ゲストがね、うん、まあ、俺が、若林がハッピーになるゲストが、うん、岡田さん。増田岡田の岡田さん。はい、はい。はい。で、春日がハッピーになるのが、うん、ミスターゴシップの、タメ。タメね。ラブレターズの。まあ、ハッピーにもなるか。うん。うん。もうなるな。なんか、ラブレターズのタメは、うん、うん、あれでしょ？うん？一部昇格しました、みたいな。ゲストで出るってことを一部昇格しました、みたいな。ツイッターに書いてたらしいよ。あ、先週発表、この番組でした後ってこと？そう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 。うん。うん。なんかラジオですごい面白いけど、なんかめちゃイケで力発揮できなかったんだって、うん、そうなの？タメ？うん、タメそうらしいのよ。ちょっと素材ちょうだいよ、明日、来るまでに、来週までに、見ときたいわ。ああ、うん、残念だね。随分こう発揮するじゃない、現場で会うたびに、うん、タメは、うん、タメらしさを、うん、なんかめちゃイケじゃ発揮できなかったって。跳ねなかった。タメ跳ねず。残念。タメスポの一面ですよ。タメ跳ねず。号外すられてたっていうからね。配られてた新橋で。キングオブコント以来だって号外配られたタメスポ。なんか、日村さんの熱愛も、もう、うん、もういち早くタメスポは、吸ったって話だからね。キャッチして。キャッチしてたっていう。突っ張抜いて。うん、話だからね。あ、そう。うん、うん。跳ねずも記事になったか。そうそうそう。号外出たかね。みたいよ。うん、まあ、その辺も聞いてみましょう、来週ね。うん、オールナイトニッポンのスペシャルウィークのゲストは、うんうん、それぞれ誰なの？他ね。キリン君はいない、なし。はいはい、キリンさんなし。企画、うん。バックナンバーが、あ、リルさん？リルさん。あ、バックナンバーとかにリルサーさん入るんだ。出張リルサーだ。あー、うん。あ、そう。持ってくのかな、ターンテーブル。どうだろうね。うん。おー、まあ、どういう企画やるかわからん。で、水曜日が？ AKB は？ああ、AKB の中で。あそこに書いてあるんじゃないの、ポスターのところに。違うの、うん、あれじゃない。誰が担当なのその日は。AKB は。ああ。それまだわかんないの。松井樹里奈ちゃんが決定してんの。ああ、ゲストで来るんだ。
うん、SKE の子かな。うん。うん、なるほどね。だから多分松井玲奈ちゃんが選挙出ないっていう宣言したから、うん、ダブル松井で盛り上げてくる可能性もあるし、うん、まあ茜ちゃんが、うん、来て SKE 時代の話っていう時代 SKE 時代のもあるかもな。ちょっとわからんね。うん、詳しいね。まあな、茜ちゃんって誰なの。いや、まあ SKEの、メンバーなんだけど、うん、まあ、SKE の中じゃもう何て言うんだろうな、かなり有名よ。まあ、誰だろうな。まあカノンの可能性もあるか。カノン SKE から来るとしたらな。誰カノン。まあな、その可能性もある。いや、まあ、二郎さんっていう可能性もあるけどな。二郎さん男、うん、うん、佐藤二郎さん。いや、なんだよ、関係、AKB の中でって言ってんじゃん。なんで佐藤二郎さん急に来るんだよ。佐藤二郎さんって SKE のメンバーなんだよね。いやいやいや、なんでその嘘。いや、ほんと、研究生の。あ、そうなの、うん、あ、若林さんがやってた番組のあれでってこと。そう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 。だって、そういうことね。若ちんっていうのやってたからね、俺も。岡田さん楽しみだな。楽しみだね。会話なんのかな、うん、エピソードトークとかないんだろうな、きっとな。あれあれ、なんか勝手にこっちが考えてるけど、うん、そういうシステムっていうのは岡田さんの中でちゃんと あるんだっけ。単語を言ったら一回乗ってくれて、うん、なんだろう、走ってくれるっていうのってあるのかな、システム、うん、あ、その振りってこと、振りをするっていう言葉を言うとね、うん、ロケットスタートって言うと、うん、ロケットスタート、ロケットスタートって、うんうん、そこから走ってくれるのよ。はいはいはい、はい。走り出して足ぐねる。うんうんうん、ワーオみたいな。うんうん、ドアホーが入って、うんうん。そういうシステムって、うん、ちゃんともうあることになってんのかな、うん、それはもうどういう時でも発動はするんじゃない、どういうシチュエーションでも。普通にお迎えして普通の話の中で発動することもあるんじゃないの、うん、で結構ね、春日、皆さんね、春日も実はね、うん、そのなんだろう、一言スタートできるんですよ、うん、結構ロケなんかでやってますよ。結構ね、検索能力がすごいんだよね、春日って。あの、まあまあね、特技の一つなのよ、検索能力が、うん、だからある単語を言うと結構、なんかその、情報をぼーっと検索したのを検索ワードゾゾーっと言ってくれて、春日のこのコンピューターが。うん、走る。やってみます？ちょっと。うん、じゃあ行ってみる？双子！双子玉川！河川敷！うん、これちょっと岡田さんとはタイプが違うけどね。じゃあ、双子といえば。双子といえば、真中だ。うん。片方が結婚。こういうね、ハリウッド俳優、ハリウッド俳優ジョニー・デップかっこいい。こういう風に検索能力という特技が春日ってあるんですよ。、うん、ランドセル、ランドセル黒い赤いピンク。こういうね、検索能力、サラブレッド、サラブレッド馬早い。こういうなんか検索能力が結構あるんですよ、うん、結構ありますからね。え、うん、うん、なかなかすごいです、うん、結構なんかね、際どいこと言ってもね、うん、なんかちゃんとこうついてきてくれるんですよ。にゃんにゃん写真、にゃんにゃん写真、うん、出たら大変、アイドルなんか特にね。、うん、そう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 、うん、そういうのできますか、こういうのも。でね、古いワードの方がいいわよ、今よ。うん、古いワード、ワードの方が。なんで今おねえになったの。だから結構、こんなところ、あ、パオパオチャンネル、パオパオチャンネル、テレビ朝日。うちゃなんちゃ。大竹誠。うん。うん。こういう。若林さんが昔出た。こういう能力がある。うん。うん。うん。こういうのありますからね。ちょっと岡田さんにもちょっと、お願いしてみたい。うん。そうだな、うん、うん、岡田さんワオがあるからな、うん、あれ無敵だからな、うん、
ドアホンのワオワオか。でもお前も単語言った後、うん、一通りやればいいのよ、うん、トゥース鬼ヶ原アバーっつってで最後バーって言えば結構長いよその。いや結構それで多分、うん、できると思うよ。いけるかな。いけると。ちょっとやってみる。やってみようか。そうだな、うん、小出監督、小出監督、キューちゃん、キューちゃん、キューちゃん頑張って、キューちゃん頑張って、トゥース鬼ヶ原アバーバイいやでもワオみたいな一言の方がいいな。あ、うん、まあでもあれだ な, ない、や、うん、あのねやっぱりね、うん、なんだろうな、ブースの向こう伺っちゃってるよね、うん、もっとその、うんうん、なんかねワオとかそういう問題じゃない、もうエンジンよ、うん、なるほどね。岡田さんのブースの向こう関係ないから、うん、それはしょうがないじゃん、タイプだから。ああなるほどね、うん、確かに関係ないね。すごいのよ、うん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 、ね、ちょっとスペシャル。これ、うん、岡田さんとタメが一緒にブースに入って4人になった場合、うん、ちょっとタメがなんかこう伺って、うん、なんかこう、変な、こう、空気になるから、うん、ブースから出しましょう、その時は。ん？どうなった時に？でもその、この4人でブースに入ると、うん、この岡田さんがやっぱすごいから、うん、岡田さんの渦になると思うんですよ。うん、で、まあ、こう、巨大がな渦ができてて、入れない時のための目ってすごい嫌な目するから、あのブースから出しておきましょう。あ、そうなった、なったらってこと？嫌な目すんなよ。お主役は俺じゃないっていう。なるほどね。いやダメするぞ、主役じゃない時のためって。うん。先に話聞いた方がいいのかもな。あんま会ったことないんだけどね、俺も そこまで言うほど。まあ、イメージね。イメージね。イメージね。うん。まあ、ちょっとタメがね。うん。岡田さんとね、タメが来てくれます。うん、そうね。あ、そうだ、楽しみだね。ちょっと。うん。トークライブがね、うん、5月3日に草月ホールでやるんですけど、今日チケットが発売になったんですけど、うん、今日2回目の、うん、2回目っていうかもう初めての、うん、あのスタッフさんと打ち合わせして話したんですけど、ちょっと非常に不安になってきまして。何がですか？こないだ春日さんの、うん、ロケバスでドアが開いてたっていう話。ああ、先週ね。したじゃないですか。うん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 、で、まあまあ、寒いからドアを開けて、他の人がいるのに開けて寒がってた。で、自分はフードを頭まで被ってたっていう話なんですけど、あのトーンを90分やることになるんですよ。ほう。俺がもうずーっと死のごの言ってるっていう。だから、ほんとその、カスミン層の人には絶対来てほしくない、ね。来ない方がいいよっていうのと、あと、その、オードリー、仲良し、小良し、大好き層の方にもちょっと、うん、本当に来ないでほしいなってちょっと思ってて。なるほど。うん。うん、まあ、まあ、楽しめないでしょ。という方には。ほう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 。そうなんですよね。なるほどね。うん。で、ちょっとそれを、お伝えしとこうかなと思ってね。非常に不安ですね。何のために、うん、わざわざファンが減るような話を90分するんだろうかっていう。ちょっとたまになんか考えてて途中途中不安になるんですよ。これ何のためにこれやるのかなっていう。頭抱えてましたよ、スタッフさんも。うん。どうするんだと。いやー、エンターテイメント性低いなー、うん、今のところ。さつみつもさっきちょっと心配してたね、話してたら。うん、まあ、やるんだけどね。まあまあまあ。うん。まんま喋るんだけど。うん、90分。それがまあ分かった上だったら大丈夫なんじゃないですか。俺のめんどくさいところが好きっていう人だけ来てほしいね。うん、ああ、うん、そうね。うん。うん、来てびっくり、空席だらけだったりして
わ若ちゃんめんどくさいの大好きそうの一定の人がいますから、うん、その人ぜひ来てほしい。たまんないと思いますよ、その人たちには。逆にね、うん。ただこの、そのオードリーのファン層の中でもかなり少ない人数だと思ってるので、うん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 、その人たちとはなんか一緒に楽しむライブです。なるほどね。その人たちが座ってると思ってやりますから、こっちも。うん。なんでわざわざファンが減ることをこんな一生懸命喋ろうとしてんだろうなっていう。自分でもちょっと謎なんですけども。そうだね、どこに向けて。そうそうそう。投げるのかと。なんか、うん、うん、パラちゃんも一人でトークライブやってんだって、うん、あ、そうなの？それ何？自発的に村本ちゃんに言われて、言われてるなのかな、わかんないけど。月1ぐらいで？なんかこの間言ってたのよ、パラちゃんが。たまに？あ、うん。パラちゃん。2回目。うん。なんか、うん、トークライブなんですよ、つってて。一人で？そう。へぇ。で、なんか遊び行こうよみたいな話して、トークライブなんですよ、つって、うん。僕行かなかったら、本当に成立しなくなっちゃうんで、みたいなこと言ってたよ。へ、う、ぇ、ん。ああ、そう。うん。一人で何喋んだろう。な、2回目。ちょっと聞いてみたいけどね、うん、パラちゃんの一人喋る。やばい。やばそうだけどね。本当にやばいからな、パラちゃんって。思想がやばいからね。本当にやばいよな、久しぶりに。本当にやばいやつだよね。だからもう、そういうやばいやつ。だからミレニアムズでパラちゃんだけだよね。本当にやばいやつ。で、滝上もまともじゃん、あいつネタとかの話するときに。まあまあそうだね。花くんだって超真面目だし、うん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 、パラちゃんだけだよ、本当のイカれてるやつ。いや、そうだよね。うん、いや、本当だよ。この間さ、うんうん、ちょっとカットされてたんだけど、うんうん、KW 社員さんっていうさ、キングギドラっていうジブラさんがさ、うんうん、一緒にやってたさ、うんうんうん、もうラップファンの中では伝説的な人よ。もう本当に、うんうん。日本語ラップのさ、うんうん、もうなんだろう、超レジェンドよ。うんうん、の人がさ、ラップのコーナー来てくれて、うんうん、で、最初ね、うん、俺もパラちゃんも、うんうん、KW さんを、うん、なんかこう、軽んじるというか、いじるような設定だったから、いや、ちょっとこれ無理ですって俺言って、俺は、手でもできないっすって、すごいと思っちゃってるから、これちょっとできないっすね、みたいな。で、俺ツッコミに回ってさ、で、パラがさ、なんか本当に、まあ正直本当にパラちゃんあんまり知らなかったから、ケイダムさんのことを。で、そのままで行こうよ、つって。でもパラにね、パラちゃんつって、本当にラップファンって熱いから、ある程度で頼むよ、つって、うんうん。パラちゃんにお願いしてたんだけど、うんうん、そしたら、まあ、エチュードみたいに撮ったから、始まったらさ、うんうん、おい、入れよみたいに言ってたよ、KWさんに。で、おい、大丈夫かと思って、で、結構カットされてたんだけど、うん、何ちんたら靴脱いでんだよ、つって。なんか、ケツとか蹴んのよ。で、じゃあ、パラちゃん、でももう渋谷でもう、本当の、悪だった人とかだから、うん、でまあまあ、とりあえずまあ大人だから怒ることはないだろうけど、うんうん、それはっていうことすんだよ。ケツとか蹴ってんのよ。なんだろう、こう、ああだこうだってあって、うん、っていうののインタビューが本に載ってたんだけど、全盛期を見てないんすよねって言ってたもん、やっぱり。ああ、猪木さんの。うん。ああ。そうそうそう。その下とかの世代を見てるんで、みたいな。うんうん、だからそういうのあるよな。あるね。はあ。知ってたらな、全盛期を。それは、下手こけないっていう。何人かあれだけど。誰なんだよ、誰。誰なんだよって言ってるけど、うん、別に聞きたくないだろ。まあ、そんな本気ではね。だって逆におかしいぞ、うん。全員を尊敬してるなんて。いや、まあそうだね。それ嘘だろ、それは。全員を見てきたわけじゃないからね。見てない。うん、全然見てないですよっていう人もいますよ。うん、いや、まあそうだよね。うん。うん。それはそうですよ。まあちょっとそれをこの間なんか久しぶりに先輩たちと会って思ったね。うん。うんうんうん、近況を話しちゃう。最近こうなんすよ、つって。とにかくいじっていこう。ミレニアムズの、うん。そうね。ミレニアムズがちょっとタイトになった件についてはね。そうね。うん。うん。リスナーも送ってこないと、それ。いじらないとダメよ。うん。腫れ物触るようにしてたらダメだよ。いや、そうだね。うん。うん。行きましょう。
日レイプレゼンツオードリーのオールナイトニッポン。この番組は美味しい瞬間を届けたい日レイ愛の大学、以上各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。あの早速普通オタについて の、うん、あのメール、あのミレニアムズ、うんうん、来てます、はい、ラジオネームネズミ後輩さん、うん、今日ミレニアムズを見ました。カスママのコーナーに出ていたマユユがとても面白かったです、うん、来週の土曜日まで待ちきれません、うん、あれこれマユユさんは来てないですけどね。マユユカスママには来てないよね。新しい今日からのさんまさんの番組に出てた。あ、で違うかな。まあ見てない。みんな、ああ、うん、いやいやもう終わってるからね、ミレニアムズ。今日じゃないから、まずそこだよね。そこだ、来週の土曜日まで待ちきれませんのところだね。うん、いや曜日移動になったのよ。そう、曜日移動って深い時間になったんだよ、月曜の。そうそうそう、うん、ちょっと見づらい時間になったんだ、うん、このうんうん、なんだよ。なんこれ。うん。なんだろう、しらちらし、来週の土曜とか言って。分かってんだろ、月曜の、つったこと。うん。ふざけんなよな。なんだこれ。腹立つな。なんていう、なんていうやつよ。ネズミ後輩。かな。ラジオネーム、テレ朝が好き。ミレニアムズ最高、カスママ、うん、サイコちゃん、うん、月曜9時に移動しても頑張ってね。いや9時じゃねえよ、なんだこれ、うん、ドラマやってんの。ドラマを9時は、うん、いいな、家のドラマやってるだろう。12時50分と1時近くんでなったんだよね。うん、いや9時じゃねえよ、腹立つな。わざとかこれ。うん、わざとこれ。わざといじってんじゃない？いじってんじゃねえよ。うん。本当だよ。俺。どういう決意でやってると思ってんだよ、9人が。失礼だろう、これ。うん。早い。いじるには早いよ。うん。違うんだよな。そういうとこ面白がられるとなんか笑えないんだよな。うん、困ったもんだな。トンパチオードリーの話、うん、ちょっと日曜日にオンエアされたんで、ちょっとしようかなと思ってたんですけど、うん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 、まあ、春日チャレンジが10ぐらい取って、オンエアが2っていう。やったよね。話があって。いやー、そうだね。うん。うん、それこそ双子玉川のグランドで5個ぐらい撮ったんですけど、グラン、1日かけてね、グランドで撮ったのが全部あのカットなんです。そう。オープニングでちょっとだけ映ってたけどね。よくね、テレビのスタッフさんは、いや、ありがたい話ですけど、ネットができてね。あれ、ちょっとすいません、オンエアなくなるんですけど、ネットの方で公開するんでって、結構最近、常套句として業界で使われてるんですけど、ネット、まあ、それはそれで、まあ、その、お蔵入りだと、うん、捉えてたりしますからね、我々は。それはそれで、やっぱカットだと思ってる部分はちょっとあったりしますね。まあ。カットに変わりはないと思ってたりしますね、やっぱり。その、同義だよ、同音異義というかね。うん、そうそう、同じ、全く言葉を変えただけだと。ほぼ同じ。ほぼ同じ。うん、そのゼロになるか1になるかぐらいの、うん、そうそうそう感じだよね。うんうん、で、グランドで撮って、まあ、
春日がストラックアウトで、あの5番狙うっつって、うん、あの上に投げて5に落とすとか、うん、全部勝ってる。あ、ネットで見た。あれ言ってほしいけどね。あ、結構付け焼き場に あ、 ありがたいね。好評ですね。あのストラックアウト一番その長くやったもんね。そうね。うん、あれね。無知よりあっちの方がいいと思う、うん、俺は。ゴの方が。いやでムチね、頑張ったからな、うん、ムチは。ムチ笑っちゃったんだよな、見てて。あれでもやっぱ女王様ってすごいね、うん、あれ本物の女王様なんだけど、うん、なんか取られたら腹立つなーってずっと言ってたよね。うん、もし取られたら腹立つなーってずっと言ってたよ。プロだと思って、うん、やっぱ嫌なんだと思って。うん、真剣シダードルムチの、うん、真剣勝負というかね、うん、頭にムチ打たれるっていうのもないんだろうね、本物の SM ではね、きっと。あ、ないって言ってたよ。それは躊躇したのよ最初。あ、うん、痛いんじゃないって。頭に打ったことない、打ったことない、頭を望むお客様はいないから。あ、でも、うん、でも、うん、取られたら腹立つしな。はい、言ってたね。そこに繋がるのよ。手加減はしたくないと、頭だからって。でもどういう感覚かわかんないんだけど、うんうんうん、自転車が2台あったのよ。なんかマラソンするから。だから現場で、うんうん、あれ、自転車2台あんの？つって俺が水口ちゃんに言って、うんうん、あれ、自転車をさ、うん、2つ走って乗り移るっていうのをさ、うん、多分カスはできる。つって。うんうん、して、うん、とか言って、うん、すごいね。つって、うん、なんか、うん、そういうのをすぐ思いつくの。いやでも、毎日あれだったから。まあそうだね。別になんかその、なんだろうね。ずーっとストラックアウトみたいなことやってたからね。うん。うん。なんか、そういう、まあ感覚の問題なんだろうね。うん。若林さんそういうのを、うん。いけそうだと思いつく。うんうん、私も、いけるだろうと思う。ただね、がっかりだって、もう全然またがないんだもん、自転車。やっぱ高校の時とは違うよな。いや、俺はね、ずっとね、うん、春日さんに言ってたの、うん、現場で。うんうん、乗り移るときに、春日、うん、高校の時の春日なら、乗れないとしても、うん、奥の方に飛ぶと思うのよ。うん、それなんかね、手前にね、なんかちょちょちょんとつって終わっちゃったのよ。うん、一回勝負だから。そうだね。うん。あれはちょっと悔しかったな。初めてだな、現場で俺が大声で激怒したの。うん、どうなってんだ、バカ野郎。うん、あれはね、本当に、怒られたよね。でも、うん、実際さ、そのトンパチオードリーっていうさ、うん、タイトルでさ、い、うん、わば冠番組じゃない、うん、フジテレビで、うん、泣いてたでしょ、家でオンエア見ながら。私が、うん、いや別に、あ、まあそういうのはいいんだけど。いや、それな、泣いてたの、わかる。俺泣いてた。あ、そう、うん、うん、あんまちゃんと確認できなかった、泣きすぎて。おえつで。もう号泣だ。号泣。嬉しすぎて。号泣、号泣。ああ、そうですか。うん。いや、だから大変ですよね。うん、フェイクドキュメンタリーだったからさ、うん、どこまで告知していいのかもわからないし、黙ってなきゃいけないし。うん、だから、ね。うん、ラジオの前室でもなんか言葉少なだったりして、どんなん撮ったんすかって聞かれても、えいっつって。まあまあそうだね。もう絶、うん、もうその瞬間に付き合えばやっぱ気づいてたみたいです。ああ、またフェイクドキュメンタリー撮ったな、こいつは、と。なるほどね。で、大倉さんがさ、うん、若林くんはうん、ビジュアル系バンドとかの、うん、揚げ足取ってくときにいい